はいみなさんこんにちはええー、2018年卓研医本試験解説会始めます担当レック専任講師水野と申しますどうぞよろしくお願いしますはいそれではですね本試験2018年ですねもうすでに終わっておりますがまだ発表がまだなんですねえー、今の時点でまだ何点かはわかりませんで聞かれてもわかりませんわかんないものはわかんないんですだからまだ皆さんね何点からわかんないってことは合格点本当わかんないんですよ あの最近だとね37とか38とか、ね、36とかいろいろ言われてんでね、うん、ところが蓋を開けてみたらねもっと低かったとか高かったとか全然あるんですよだからもう点数わかんないただですよこれまあ皆さんはね今年合格できたらまあそれはそれでう嬉しいことじゃないですか、ね、でもやってきた内容をもう一度復習してみましょうとでダメだった方来年のリベンジのためにもやっぱりね今年ダメだった原因を分析しないと来年始まらないんで。 え何がいけなかったのかどこは取るべきだったのかそこら辺はですね聞いといていただくと絶対来年のためなので、えー、学校に来ようと独学でやろうとね皆さんの力になるはずなんでそこで解答解説会では、はい、今日お配りしている2018年ここが出たとで皆さんが本試験で試験の問題それで見ても頂い,いても同じです。 うん、だからどういう内容だったのかどういうところを取るべきだったのかそこらへんをですね、えー、これから2時間にわたって10分休憩は入れますがやってまいりたいと思いますでまあまず問題解くときはやはりね権利関係から解くのは今後もやめた方がいいですね、うん、権利関係はやっぱり文書長いし緊張状態で入ると頭入ってこないんですよ行とか制限から入るべきですただ解説は今日はもう別に試験じゃないんで、えー、1番からやっていきますんでねじゃあ問いの1からまずは見ていきましょうそれでは問いの1 で今年権利関係なんですけどさあ難易度から言うとどうかというとね優しくはないです決してただ優しくはないですけどちゃんとやってれば知識で取れる問題はそれなりありました全然知知らないいよっていう知識もありましたただ知らないよっていう知識の中には、まあ、ハートで解く問題って言うんですけどね、うん、要はこれ丸じゃない丸っぽくないっていうので結構取りやすいのもあったんですよだから意外と権利関係取れてます えー、あの我々講師から見るとテーマとしてはねいや難しいんじゃないのこれっていうのも意外と取れてんだねっていうそんな感触の問題でしただから知識でやる必要があるかって言ったら今後ないんですよただ感覚的にまあ、民法の考え方だったんですけどねそこら辺で取れる問題は取りたいですねで問いの1はどうかというとまず皆さんがこれ分析するのにあたって一番大事なことはこの1番をちゃんと知識を勉強というのはこれから先やることなんですそれよりも大事なのはどれぐらい取れてるのかまずこの問いの1あの ちなみに書けなかったら後ろに出てます、あのー、宣伝飛ばして一番最後のページに成績診断でありますね正答率69.3とか2番は63.7とか正答率が出てますこの正答率は気にしてください要は大体この正答率6割まあ本当は半分ぐらい50%以上のものは取ってほしいんですけどねあの6割取ればまあ合格ラインにはいくだろうと、まあ、ちなみに60%以上はね38もあったはずなんですよ このレックのではああそうしたら行くだろうというところなんでね一応目安としてじゃあ問いの1お話しします69.3ということはこの1番はやっぱり取りたい問題ですねじゃこれ取りたい問題なんで誤ってるものは結論は4番なんですがまずは1番からです詐欺で取り消した現状回復って元に戻す騙されたものとお金を元に戻すのはこれ同時利口の関係になる同時利口 相手がやんなきゃこっちもやんなくていい。これはね、知っててほしい話ですね。丸じゃあ2番は、石用事に錯誤があった、重大な過失がある、いい加減にしろって落ち度があると、勘違いでした、ごめんなさいで、無効主張できないんです。無効主張できないんだったら、他の人もできません。勘違いした人が重過失あるったら、無効主張できない。他の人もできない。当然、丸です。3番、仮想上採って、インチキ売買です。インチキ売買、無効なんです。ただし、 C が知らなければ第三者です。仮想上等の本当の売買だと思って買った人が善意だと。善意とかありましたね。ありますよね。お勉強やってると。善意だと、その人が勝ちます。善意の人に主張できない丸。はい、4番がバツです。これ、69.3。やっぱりやるべきとこですよね。これね、どうしてもね、直前期になって、例えばいらっしゃるとね、直前期民法やってる場合じゃないって我々は言うんですよ。そりゃそうです。直前期、 業法も制限もできてないのに民法、民法、民法って民法やっててもかんないんですよ、うん。民法じゃなくて業法制限なんですよ。あ、業法制限だーって言うんですけど、やっぱり本当に力をつけて合格するためには民法は捨てられないです。当たり前ですよ。捨てていい分野だったら出す必要ないじゃないですか。やっぱり通ってほしいところなんですよね。これ早い時期からちゃんとしっかりやってればできるはずです。4番。どういう問題かというと、もう今日図書いて説明とかしませんけど、これ第三者の詐欺によって騙されて売ったんですね。 相手、騙されたの知ってたら悪意だったら取り消しできるんです。ところが今回相手は、これどうですかね第三者の詐欺、相手は知らなかったって言うんです。他のその後買った人が知ってても、相手が知らなきゃ取り消しできる罰です。これ、善意って知らない人、状況知らない人、安全、取り引の安全の保護で保護されるんですよ。騙された人かわいそうじゃないですか。詐欺で騙されてると取り消しできるはずですが、相手、詐欺師じゃないんです。この場合。 そうするとね、騙された人は可哀想だけど、ちょっとアホって考え方なんです。過失があるっていうことです。えー、全員の人は勝てないんです。取り消しできないんです。これは、おそらくどんなテキストでも最初の方にある、基本中の基本の知識です。ちょっと応用がかかってますが、できて叱るべき問題です。ということで、おそらくここら辺は、ツと、まあ合格レベルのある方は言っていただく方が多いと思います。次、問いの2番。この問いの2番は 63.、63.7。 やっぱり取りたい問題ですね。で、これ取りたい問題なんですが、正解が4番ですね。じゃあ、1、2、3、一応、一言解説言ってまいります。まずは1番。B が売買代金着スクリートで、えー、契約提供し、C が知っていた。これ、代理権は与えられてるんですよ。ところが、代理人が頼まれた人のためじゃなくて、自分のために着服しようと。これ結構難しい話です。あの、判例なんですよ。 要皆さんが私に頼んだ私が皆さんのためじゃなくて皆さんのものを売って私がポッケ行って逃げてやろうとそれを相手が知ってたらさすがに無権代理と一緒でしょっていう裁判官の判例ですでこれなんかはねあのもう来年じゃないですか再来年民法大改正なんですよこれ判例が判例が固まってるものは条文化するっていうね民法大改正の流れがあるんですよその話なんですこれね、うんまあ、かなり民法の改正は意識して出してきてます 結構来年はね、想像というか予想できますよ。えー、ここになってくると。えー、だからこれ、ああ、これ民法の改正の話、あそうか、無権代理と同じように扱うから罰だな、という。まあそんな話です。えーまあ、2年連続出るかどうかは、さておき、まあとりあえず罰、うん。今までの話でもできるはず。で、2番は、A が B に代理権を授与することにより、B が補助開始の審判を受けていた。これ、代理権与える前に、補助開始って、これちょっとボケちゃってるんですよね。 じゃ、その人に有効に代理権を取得することができない罰できます。未成年者とかボケちゃったじいちゃんばあちゃんに代理権を与えるのは OK です。依頼者がいいっちゃそれでいいんで。いいっちゃいいの原則です。そうか、それでもいいならいいんだ。できますよ。要は代理人は未成年者とか制限能力者でも大丈夫という、これも基本的知識です。もったいないですね、取らないと。あと3番目、B が C の代理にもなって成立させた。これ、C の代理人もっていうことは、総合代理の ポイントですね、これ。じゃあ、双方代理、A の許諾の有無にかかわらず、無効となる。これね、双方代理だから、両方の許諾がいるんですよ。まあ、A が許諾しても、もう片方どうなのっていうのはありますが、少なくとも、A の許諾があって、もう片方も許諾してれば、無効となるって言い切ってのは罰ですね。うん、これ、丸には絶対できないです。いや、許諾あって、もう一人も許諾してたら、無効じゃないこともあるじゃん。双方代理だって有効になることあるじゃん。じゃあ、4番ははい。2番と似てますね。 A が B に代理権授要。はい。貢献会社の審判を受けた。代理権与えた後にボケちゃった。その場合、このボケちゃった人がそのままやった無権代理となる。丸。あれボケちゃった人とか未成年者に代理人にお願いするのはいいって言ってたのにと。これ2番と4番の違い。分かってるかどうかの問題です。ボケてる人にあえてお願いするのはいいんです。お願いした人がボケたのと話全然違うんです。考えてください。私が、 ボケてたら皆さん「代理権」私に与えますか与えないでしょう!ええ「いやーボケてるからやめとこうと」とところが私「ええ、水野は信用できそうだお願いします」したらボケたそのままお願い嫌じゃないですかということです代理権与えるときにちゃんとしてたのがボケちゃったそしたら代理権消滅じゃあ無権代理じゃねえ丸この問題63.7点七ですけどおそらく合格者の正当率は7割超えてきます7割8割近いかもしれません でこれ政党にしちゃと五十兆以下なんなんですよ。代理は取らなきゃダメです。あの民法のところでも代理ってあの奥がね浅いんですよ。ちゃんと過去問しっかりやってれば代理は取れるもんないんですよ。この一番二番連続して落とすとかなり痛いと思います。えー、やっぱり今回の問題はもう七点切るとちょっときついですね民法はね。えー、この二問はやっぱり取ってほしいなというそういう問題でした。そして次問いの三番。 この問題は72.8%結構取れてますね。うん、ただ、初めてこんなの過去も見たことないってなるような問題だと思います。うん、ご客席に実施される試験で合格したら家やるよみたいなの言ったんですよね。すげえ話ですね。竹かったら家やるよったら本気になりますよね、えー。あんまりやる気ない人も本気になりますよね。おやったところ、えー、どうなるんでしょうこの話は。1番。 本件約定はこれねあの私いつも事例でね卓球受かったら100万円あげるっていうそういう事例よく出すんですよ停止条件付き贈与契約ですとえー、おっましたかとそんなわけないんですけどね取材者が私の講義なんて聞いてるわけないんですけどねただねこれはその通りです受かったらあげるそう条件付きの贈与契約丸突っ込みどころなし え、知らないよ、そんなのじゃなくて。いや、条件付きだから贈与契約。いや、きっとそうかな。で、流せたいとこですね。2番です。本件役場。受かったら家やるよって言った後に、なんと、A の放火により、こう建物が滅出した。何してんですかね、この人。これ、受かったら家やるよって私が皆さんに言ったんですよ。で、なんか皆さん頑張っちゃってね。受かりそうだぞ、あいつと。悔しいなつ。燃やしてしまえ、シュッって燃やしたんですよ。そしたら皆さん受かったんですよ。 皆さんはどうですか怒り浸透ですよねなんで燃やしてんだよと。受かったのになんで燃えてんだよと。したらですよ。はい。A や B に損害賠償を負う。ごめんで、ね、燃やしちゃってと。丸。るかなと。あの、こんなの暗記してませんよね。そうです。民法はね、暗記じゃないんですよ。暗記でやってると民法はね、追いつかないです。判例がいっぱいあるんで。だけど、これ、約束してたのに、約束、うんうんうん、受かったんですよ。 こうしたら燃やしちゃってたってお前どういうことだよって文句言いたくなりますよね。しし言われたら損害賠償いや、あるかなっていうのがいいですね。うん、で3番これが罰なんですけど合格した本件役場に遡って取得する遡る必要ここないです。合格したらあげるって言ったんですよ。しし,したたららら合格もえます。えー、別に。 合格したらあげるって遡って所有させる必要ないですよね。条件成就したときに効力が生ずる。うん。3番が罰です。だから、普通にオーソドックスに考えたら、いや、遡る必要ないんじゃないの合格した時じゃないのかなってなるといいですよね。あとは4番目が、本件役所の事例で A に意思能力がない。意思能力がないって意思が合致できないんですよ。これ、意思能力がない人がやった契約は無効という知識がございます。意思能力がないというのは、 もう泥酔者とかペロペロに酔っ払って「えー、ご劇にやれよ」ってどうです例えば皆さんが酔っ払って「えー、いや昨日焼酎24杯目あたりであそこ記憶なくしたいじゃない」と「お前約束したぞ受かったら家くれる」ってとええー、じゃないですかそうです意思能力がないということは無効なんです合格しても取得できない丸です無効だからどうですここもいけそうじゃないですかあの一生懸命覚えるような問題じゃありません ただいや3番がやっぱ罰で4番意思能力がないって無効って言ってたからもらえない無効かなじゃあ丸かなまあ消去法でもアプローチいけそうな問題でした以上でその次今度問いの4これが民法では難しい22.3%セントで,ですか権利関係え来年は絶対受かるなんていう気持ちで復習するとこういう問題持っかけようとするんですよそれが間違いのもとなんです22.3%ってどうですか あのこの試験は四試択一なんですよ。勘でやったら何パーセント正答率あります。二十五パーですよね。二十五パーを切るような問題は絶対に触れる必要ないんです。なぜなら勘より悪いからです。うん、こんなのサイコロ、サイコロ振ってると試験、うん、監督官にね。何君不要物があって言われちゃうから、鉛筆の方がいいと思いますけど。え、ね、湯島天神っていうところなんですけど、あれだと四角形なんですよ。 ちょうど四択には転がすには、もってこいの鉛筆が売ってんですけどね。どうでもいい余談ですけど、これで回した方が良かったんじゃないのっていう問題ですよね。うん。だから復讐する価値ないんです、これ。うん。ただし、この問題の中にも、そうですね。まあ一番、時効完成後、はい、時効利益を放棄した、保証人は時効を掲用することができる。時効利益を放棄って、本当は10年請求されないと払わなくてよくなるんですよ。援用すれば。 俺は払うって言い出してるんですよ債務者がところが保証人はいや冗談じゃねえよ俺は嫌だよとうん保証人が援用することできる丸なんですで間違えた方この一番を罰にした方が多いんですよおそらく絶対こう相対こう不自由性の話だと思いますメインの債務者がやったことは保証人に及ぶというそっちで解えちゃったんでしょうねいやいや時効の遠用のとこは違います主たる債務者が払うとか言っても保証人は俺はごめんだよって保証人払わなくて済むようなんで うん、これ保証のところでやってれば、あ、時効のところでやってれば普通の知識です。うん、ただ、問題をどこのテーマなのか取り付き替えちゃうと、これ間違えた可能性ありますね。で、ちなみに2番が×。高順位抵当権者、先順位の非担保債権の消滅を援用できる。確かに後ろの順位の抵当権者は、上がいなくなりゃ得すんですけどね。それは反射的なんです。直接利益を受ける人じゃないとできませんという。2番は、こういう高順位の抵当権者はできませんという。 知らないですよね。あの、普通にお勉強、卓研試験がよく売ってるテキストでやってたら知らないです。知らないからできる必要がない問題なんです。だから正当率これなんです。じゃあ今何でやってるのか、うん、とりあえず3番っていうのが、差外行為取り消しが出てますが、これも改正論点なんですよ。ああ、改正のテーマ意識してるな。まあ、正解史に関係ないところなんでね。うん。来年やるんだったら改正前だから全然改正論点やるじゃないんですけどね。うん。ただ、あ改正点ってやっぱり出してるなっていう感じはしましたね。まあ、感想を言いたいから言いました。あと4番。 これ、債務者が時効の完成知らずに承認。はい。後からやっぱり栄養ってできない。丸。この4番だけはおそらく正しいって過去もやってればできます。だからね、これね、本当は正当率はね、33.3%には持ってきたいんですよ。1個は切れるんで。おそらく合格、合格する人の正当率は30%はいってますよ。だって、合格した4番は切れますもん、丸って。あとはよくわかんなくても、うん。だからそれぐらいになってればいいというところです。 じゃあもう一回言いますけど全ての50問を平たく全部しっかり復習する人は絶対にないということです、えー、やるべき問題やるべきじゃない問題それをメリハリつけてやっぱりやるべきなんですねということでした次5番、えー、正答率31.2これ難問ですね難しいですよねじゃあ難しいんだけどとりあえず見てみるんですけど A 隣人 B の留守中に台風が接近した山根、ね、壊れてる B たくに大変なことになっちゃうってなったから B から頼まれてないけど B の屋根修理したいい人ですね隣の家の屋根壊れてるから修理してあげたさあ問題です1番 B に対して特段の従業が長い B の屋根修理したことについて報酬請求することができないこれやっぱり大人って嫌ですよねやったんだから金くれよってできんじゃねえのみたいにいやその感性はやめた方がいいですね民法はただ働き原則なんで隣の人のために修理しても報酬よこせは 涼しいなとえー、全員でやってやったことですよ。報酬はもらえない。どっちかっていうと、丸な方向に感性を持ってってください。これが民法の思考回路ってやつなんですよ。これ一番罰にするっていうのは、ちょっと現実的です。うん、要は、ちょっと民法とは離れてますいや。大人が大の大人が動いたんだから、まあ、もらうっしょ、これみたいな。もう、その感覚が間違ってるんです。でも、実際そうじゃないですか。生きてることって。 やったんだから金くれよと違います民法はただ働き原則だよねだからここはいや無償の方が可能性高いだろうながいいでしょうね次2番 A は B から請求があった時はいつでも処理状況を B に報告これ微妙ですけどねやっぱり乗りかかった船ですよ請求されたらどうです屋根の調子はと、うん、あ大丈夫そうですよ今のところとしなきゃいけない報告しなきゃいけないこれ丸なんです覚えてないですよね もう丸いや分かんないけど丸かなぐらいしかできないでしょうねあと3番 A は B の屋根の善良な管理者の注意を持って修理この3番が×で言いますかねちょっと難しいと思いますなぜなら乗りかかった船だからちゃんと仕事はやれ丸って可能性もあるじゃないですかところがこれちょっと難しい話しますよこれ実は事務管理ってやつなんです頼まれてないんだけど仕事した これ事務管理という論点なんです宅憲試験のテキストでほとんど載ってないです。載ってないのになんで出すと。試験実事だったら別に資格の学校が載ってるところから出せなんて言ってませんからね。出すんですよ。しかもその事務管理の中でもさらに難しい緊急事務管理っていうのす。緊急事態の時に、ね、財産とか政務内に脅迫の事情がある時にやってやる時は全監中義務なんてないんです。だってそんだったらいや隣の家屋根壊れそうだよ台風でと。 えいやでもなんか中途半端にやってやべえことすると損害賠償になるからやめとこうってみんなやらないじゃないですか、うん、だからこれ全館注意義務じゃないんです3番がバスト覚えとき覚えと問題か問題じゃないかってたら絶対覚えとき問題じゃないんです理由は5割切ってるからですということなんですよだから復習するときにこの正答率見る、まあ、こういうのは模擬試験の受け方のところでもね大体私講師がみんな言うんですけどね、うん、正答率が50パー切ってるものはいらないんでいらないけど今日は一応全問解説ということで説明してるだけなんで えそうか緊急事態だからなさすがに罰なのかなぐらいがいいでしょうあとは4番 A や B に対し有益な費用の全額の償還これって経費みたいなもんです修理の,あの修理するのにどうです料とか買えますよねそういったものとかそこら辺はやっぱ返さなきゃいけないんじゃないの報酬はもらえないけどその有益な費用全額いやこれ報酬じゃないから丸かな それも難しいですよね。うん、ということでした。何問の部類なので、はい、流すのが基と結論でございます。次、問いの六番いきます。はい、問いの六、三十四点四パーセントです。で、これ一番がバツです。で、一番がバツなんですが、この問題って低等権けげらいしなければ取れてる方はそれなりにいらっしゃると思います。なぜなら、一番がバツだからです。ですか？ A が落ちた建物の登記名義を A に移転する前に定等権設定登記をしていたはい定等権が実行された法定条件は成立しない法定地条件成立するかしないかってこれはルール覚えおくことです土地建物が同じ所有者の時に定等権つけたその定等権がある状態で競売された法定条件は成立なんですじゃあ今回は6番本文見ますよ A が所有する地に B が建物建築。これ、土地と建物別物ですよね。だけど別の人ですよね。ところが、A が B から買い取って、その後、C のために定等権ということは、土地と建物同じとなった状態で定等権つけてるんですよ。だったら、法定条件は成立しないは、ツですね。一番でピンポイントです。一番でピンポイントで、ね、あんまり色気出さずに難しいことを考えずに、法定地条件、ああ、あの定義通りじゃんでいけば、一番正解にいけた問題です。 だから結果的に2も3も4もなかなかややこしいので正答率悪くなっちゃいましたからね、うん、シンプルに1番でいくとできた問題だから合格者の正答率は5割超えてくると思います5割は、うん、だからといってじゃあ絶対できなきゃいけない問題かったらこういう問題はねおそらく2問に1問当たればいいなぐらいです、えー、正確に1問を知識で覚えて取るような問題ではございませんと見事でございます、あ、あとは全部丸なんでねもし気になったら解説でも流しといてみてくださいそして問題単位の7 この問いのなんだ再建譲渡ってなかなかなテーマだったんですが、71.1%。正当率高いですね、意外と。うん、それはなぜかというと、再建譲渡って取り立て権を売ることなんですが、2番が罰だからなんです。いきます。譲り受け人が譲渡禁止特約。あの、譲渡禁止って再建譲渡ダメよっていう約束です。を知っていた。 知っていたらダメなの分かってたらもらえないよってなんですけどねところがですそっからさらに譲り受けた譲得者が知らなかった譲渡禁止の特約をでこれあの債権譲渡ですごいよく出る有名なテーマがあって譲渡禁止になっててそれ知ってて債権譲渡受けたら当然もらえませんダメだって分かっててもらったらダメだと、うん、でも知らなかった そして重大なカスがなかった知らない重カスがないともらえるって話なんですよ取得できるというあれなんかこれ見たことあるぞあということはこれ譲渡を受けた人は知ってたけど転得者が知らなかった重カスがないだったらもらえるんじゃねえ罰じゃないっていうところでできた方がそれなりにいたんですねえー、まあそれなりというかかなりいらっしゃいましたね、うん、<laughs> やっぱり知らないって保護されるんですよね知らないで譲り受けちゃった重カスがない ああいい加減しろってなるとまずいけど重過失がないと取得できるかな×罰かなはい2番が×でございます、うん、これ、まあ、どこまでやれたか分かりませんけど債権上と知らないで重過失がないと取得できるそれぐらいの話は見とくとよろしいと思いますはいではその次問いの8これ78.3%なんですねここら辺おそらく合否を分ける問題なんです優しいですかね 優しくはないですよね。だって問題文難しいですもんね。でも難しいけども、この判例文の問題は、知識でポンと解けるか、知識で分かんなかったら判例文に答えが書いてあるという、そういう特徴的な問題なんですよ。で、今回は、この8番は、もう答えに書いてある通り、1番がツです。で、234は同じようなことを言ってる、矛盾してないというのはもう間違いないんで見ませんよ。1番見ます。これ、1番って、足見ますよ。賃貸物件、賃借物件を、 賃借人がどのように使用してもちゃんと使ってもいい加減に使っても大暴れしても発生の余償による原価の回収は賃,料賃貸人が大家さんが全て賃料に含ませて支払いを受けることにより行ってるどうだと壊れたところは賃料に込みって言ってんのかとんいいのか分かんねえな見てみようとじゃあ見てみます判決文を。上から 1, 2, 3, 行目 建物の賃貸借においては、それゆえの後です。建物の賃貸借においては、賃借人が社会上通常の使用した場合に生ずる賃貸物件の劣化減少、投下症の原価の回収は通常原価償却や修繕の必要分を賃料の中に含ませて支払いを受けることに行われている、この産業です。この産業と今の一番を見比べると、一番のこの足はどのように使用しても、 この真ん中の上から4段目は、社会通念上の使用した場合。違いますよね。社会通念上というのは、常識的な使い方です。どのように使っても、いや、違うじゃん、言ってることと。これ気づくかどうかです。国語の問題です。だから本当にね、卓球試験はね、最近難しいのは、国語力です。あの、日本語が読めない。あの、昔ね、あの、ここまでね、読めない人いなかったですけど、最近の方がね、著しいんですよ。あの、レベル上がってるんですよ、受験生の。 えー、賢い人が多くなってきた受験生のレベル上がってきたところが日本語の力は落ちてます間違いなくあの読めないと、えー、もう意味が分かんないと、うん、そこで諦めると無理ですよねでも日本語なんだからなんとか頑張ろうぜと頑張って読んで何かないか何かないかってあればこれ一番見つけられるはずなんですそこで頑張れたかどうかです難しいからやめとこう、えー、適当にやっとこうだとやっぱきついでしょうねうんこれ正当率高い問題取らなきゃいけない部類の問題でした、はい、ではその次今度問いの9 問いの Q は、はい、63.5%です。じゃあ、正しいものはどれか3番です。この3番、おそらくピンポイントで取れた方が多いはずなんです。この6割の人は。あの、総裁のところってやっぱりね、難しいのが上の方がね、正解しないと生徒率悪いんですよ。ところがこの3番よく見てください。この3番ってこういう知識なんです。勉強してたら聞いたことあると思います。B が A の自動車事故によって被害を受けた。 A に対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した B は売買代金債権と損害賠償債権を対等格で総裁することができる丸かツか不法行為事故で引かれて損害賠償不法行為のこの損害賠償の時に被害者から総裁というのは言える加害者からは総裁って言えないという知識でございます。 これはどんなテキストにも載ってるし、載ってなかったらそれはおかしいテキストなんで。えー、これは超重要な話なんですよ。加害者、被害者いったから、加害者からチャラに行っては言えない。被害者からは言える。じゃあ今回、どっちと。うん。B が事故後によって被害を受けということは、B は被害者ですよね。被害者から総裁できる丸、これじゃん、丸。自信持って丸です。これピンポイントでやっぱり言ってほしかったですね。う、え、ん、ー。やっぱり他のところで目をくらまされて、そんなに正と率は上がらなかったですが。 これは知識としては3番は丸と、えー、やってほしいところですそれ以外のところはツだけど今日はもうやめときます、えー、大事なのはやっぱ3番なんでこれ総裁のところはまあ講義では大体どうでもいいよって言ってるんですでもこの不法行為のところだけはやっとけーっていうね超重要なポイントなんです何度も出ている、うん、だからここは取ってほしいなと多分ここは合格者の生徒率は7割超えますこれ受験生全体なんだえー、だからえ受験生全体だからこうだけど合格者7割超えます不合格者は5割ちょいちょいぐらいかもしれません これ合否分ける問題の一つになってくると思います。三番はピンポでいけないとというところです。問いの十いきます。問いの十、はい、七十五点一パーセント。さあ、相続ですね。で、一番。これ、言い回しが分かりにくいんですけど。無権代理人が本人に無断で不動産を売ったということは無権代理やった。単独で本人を相続したということは。無権代理人。 はい本人の権利を取得したんです生き残ったのは無権代理人ですそうするとこれ相手に対して拒絶できないっていうのを聞いたことありますかできないんですよ言ったからには売った売るって言ったからにはお前のもんだったからって言って拒絶すんなよとそう本人が売ったのと同様な法律上の効果が生じる丸ですあの拒絶ができないで丸っていうのは何度も出てるんですけどねこの言い方で出たのは初めてなんですよ言い回し変えていくんですよね だからあの過去問をやれというので勘違いしてもらっちゃいけないのは過去問やるじゃないですか答えを覚えちゃダメですよ答えを覚えちゃうもう過去問を繰り返すっていう過去問の答えを覚えちゃうんですよあこれもあると車の免許じゃないんですゲンチャリの免許じゃないんですそんな同じ文章で出ることは絶対ないんです意味が分かかってて理解していかないなと、えー、だから過去問なしそのままだから過去問やってんのにできませんっていう方の大体のねあの駄目なところはそのちゃんと理解してない えー、過去問の正解しだけ分かんないけど意味覚えちゃったと、えー、下手したら3番動くものの鳥の13は3番が正解だってって覚えちゃうみたいなねそういうのはできてないですからね過去問やるって言いませんからねということで言い回し変えられても丸にはしてほしいですねあとは2番事故の持ち分登記なくして対抗できるこれは有名なも題です法廷相続分は登記なくても返せと言える、はい、もうこれ以上の説明は今日はしませんが丸重要な知識ですあとは3番 これ、連帯債務者一人死んだ。相続人が何かいる。そしたら相続人も一緒に連帯債務者となる。まあ、引き継ぐから義務は、丸かな。よくわかんねえけど。で、流して4番が罰。正解は4番です。これは相続の問題じゃなくて、共有の話でしたね。どんな話かいきます。共有、共同相続に基づく共有物の持ち分価格が過半数を超える相続人。協議なくして単独で占有する相続に対して、 出てけと言える罰あの使ってる人話し合いで誰が使うか決めるんですよえ俺は過半数だからお前出てけっていうそれはちょっと権利内容なんですねちゃんと共有で持ち分多い人でも話し合え協議によって過半数の賛成とかっていうその段取りがあるんですよだから過半数持ってるからじゃ大丈夫だろうじゃなくてえ協議に基づかないで協議なくしてできるは罰だろうっていう共有の過去問やってたらぜっ にバツでけるところです。ということでこの10番も過去問をやっている共有のところをやっていると4番じゃねえって気づく。だから合家者の正答率おそらく8割超えるんです。えー、これ解いて欲しい問題でした。次問いの11。51%。さあ正答率が微妙な問題になりました。一応1番がバツ、2番が丸、3番がバツ、4番バツという。 状況でございますでおそらく3番4番はまあ戸惑にいいんですけどこれね1番と2番の戦いだったんですよ。この問題借地借火法で借地借下法は絶対頑張ってください万が一今年ダメで来年になるって言ったらこれ権利関係でも借地借火法は取りやすいんです。取れるんです。いや問題文が難しいじゃないですか問題文は難しいだけどちゃんと一定の努力して覚えていくとできる問題が2問中1問は絶対出てくるんです。 で、この問題も、本当はね、できてほしいんですよ。ただね、一番がね、いやらしかったんですよ。何が一番いやらしいか。これ、二番が正解なんですよ。でも一番に丸にした人がね、34.8%と思うんす。おそらく皆さんも一にしちゃったっていう方いると思います。理由はこうです。本件契約がもっぱら事業用。事業用借地権だと、公正召集じゃないとダメ。あ、これだ来たこれみたいな。来てねえと。これね、事業用定期借地権という。 あの商売やるためだったら何でも公正証書じゃないんですよ。商売やるために建物建てるそれが10年とか20年とか30年で更地にして出ていかなきゃいけないというそういう事業用の定期借地権の時は公正証書じゃなきゃいけないけど例えば土地地主さんからえファミレスやるために貸してくださいと普通の借地だっていうのもあるんですよ。だからこれね絶対ね事業用だから事業借地権はい公正証書るという完全キーワード読みですよね。 そうですあの問題文に入り込んでないんですこれね独学ちょろちょろ兼用そうですもう公正証書事業用公正証書丸みたいなえこういうのは良くないですねで今のところ1番で丸かなと思っちゃうのはでもしょうがないですやっぱりこういう出方が初めてなんででも2番が本件が住宅用の目的の場合は借地権の存続感を20年としかつ更新請求しない旨を定めてもこれらの規定は無効借り主に不利な特約は無効ですよね これ20年って短くないですか更新しないなんてもってのほかですよ。だめだ。仮にし不利なのは無効だ。これじゃんと。一とに比べたらやっぱ2番に欲しいですね。だから1番で一瞬、あれ、授業用だから厚生省じゃないって言っても2番で一とにで比べたときに、やっぱり釈迦法っていう制度趣旨考えたら2番の方がいいだろうと。できてほしいとこです。それには借地借地法は手抜いちゃだめなんです。頑張ってください。もし来年やることになっちゃったらです、ね、ここは51%とあんまりよくないですか えー、おそらく来年同じような形式で出たらもう1番を間違える人は合格者はいません、えー、もう授業用ってなってるから何でも厚生証書じゃねえなっていう教訓があるからですというところでちゃんと見ておいてください問いの12番この問いの12番は正答率が78.1%これは取らないといかん問題でしたね、うん、じゃあ1個1個いきます 1×2×304× でございまして、はい、まず1番 AB 間の賃貸借が定期建物賃貸借更新がない旨を定めた、はい、5年をもって当然に出ていけって主張できるあのえこれ5年で終わりだから出ていけって言えるんじゃないの当然にっていうことは5年だったら当然に言えるんですかいや6か月前に通知がいりますよね。お客さんそろそろ経ちますよ5年あと6か月で背負って。 これ、定期建物賃貸費と定期借家でも、6ヶ月前に終わりですよって通知いるじゃないですか。いや、これ通知がいるから当然にはおかしいだろうという。当然にが雰囲気的に罰かなじゃなくて、通知がいるから罰って知識でいけるようにしてください。えー、当然にはおかしいでしょう、罰でたまたまできた人は、なんで当然にじゃないか、通知がいるからです。6ヶ月前に通知がいるからです。ツ。2番目、B からの中途解約を申し入れることができないってなってるんですが、 B って借り主だぞと2年なら2年3年なら3年5年なら5年なら5年借りてなきゃいけないはずだけど200平方メートル未満の居住用療養看護転勤やむをえない事情があると「すいませんけど出て行きます」って1ヶ月前に予告するや出て行けるという聞いたことありますね、うん、聞いたことないとまあ頑張れって話です、えー、聞いたことあるはずなんですあそれかそうですツ いやこれ途中解約もできるという条文あるよ、来てあるようですであと3番、AB 間の定期建物、借地発火法の定期建物賃貸借ではない、AB のいずれからも更新しないもの土、条件変更しなければ更新するのはなかった、やめるということがなかった、何にもなかった、そしたら当該賃貸借が更新され、そう、黙ってても更新ですね。 借り主保護のために長く借りさせてあげたいんです。黙ってたら自動更新。法定更新ってやつです。じゃあ法定更新っていうのは話し合いがないんですよね。話し合いがないんだったら、更新後の賃料はどうなります今までと同じです。管理費とかは今までと同じです。条件、今までと同じです。ただ一つ。期間。期間だけは、はい。定めがないものとなる。 そそうそう期間だけはえ3年でまた3年とかまた5年とかじゃ長いからえ定めのないものとなる法定講師は期間は定めのないものとなる超重要知識です過去問に複数出ているこれやっぱり丸だってできてないと過去問やってないんで勉強してないんで努力してないねになってしまうんですよ、ね、厳しい感じに言っちゃいますけどねどうしても口悪くてごめんなさいね訓練できなきゃ受かるわけねえだろうぐらい言っちゃってごめんなさいねでも本当なんでえということで頑張ってくださいというところですあと4番目 これ A の同意を得て付加した造作これ造作買取請求ってのなんですよね転借人転借人あります転借人なって借りてんだから、えー、おやオーナー所有者に OK もらって付けたエアコンとかは買い取ってもらえんじゃねえのかな転借人にも保護があるから許しないことはねえでしょう罰と、うん、まあ正当率高いだけあってね、まあできていただきたい問題ということでもし間違えたらちゃんと復習してくださいねという問題でした次問いの十三。 さあ区分所有法で今回区分所有法結構高くて正答率が67.7%でその理由は1番が ×203040 正解詞見ていきましょうこれ正解詞でピンポイントで持ってってほしいとこです理由は規約の設定変更開始規約ってマンションのルールですよね ルールを作ったり変更したりやめるっていう時は過半数でいいんですか違います特別決議4分の34分の3建て替えは5分の4、えー、周回招集は5分の1そして重要なものは4分の3っていうのがあるんですよ最近10年で、ね、あ,あまりこの決議要件で出てくるってお目にかかんなかったんだね。 うん、だから10年分しか何か過去問しかも過去問しか見てないとちょっときついんですけどねこれはね土です要は4分ののじじじゃゃゃななないいいこれん終了の問題ですだからこの一番は知識でやっぱり取ってほしかったなとでまあ間違えた人が多かったの2番なんですけどこのね閲覧拒判じゃいけないで二20万円の過料とかいうこの金取られることがあるのかっていうねそこで罰にしちゃった方多かったんですね知らないんですよこんなの知らないんですよ罰にした人もじゃあ罰にしない方がいいと思いますよ さすがに閲覧拒んだぐらいで20万も取られるわけねえだろってそういう感じでやっちゃったんでしょうね。いやそれよりもこれね決議要件ってね普通にやってほしかったとこですね。ということで区分所有法って深入りはダメなんです絶対にただ昔から出ているこの決議要件と最近の過去問の十10年分とか12年分ありますよねそこのところで出てるものは、まあ、拾っといた方がいいってことですね、うん、だからこの問題は決議要件って昔からの大好きな問題だから載ってないテキストがないんですよ。で大体どんなテキストも語呂合わせとかでね 4分のの覚えさせるるがあるんですよだからここ1番でピンポイントは多いです、ね、できた方は、ね、頑張って最後頑張れば追い込めばいけたかなっていうところです次問いの14はい陶器の話これぐらいになるとねもう別に落としてもしょうがないなっていうところなんではございますが実はこの問題も似たような問題は過去に出てるんです4番がなんです。 所有権の登記名義人住所に変更があった1か月以内に変更登記罰義務じゃないからあの登記って義務じゃないんですよ登記は義務じゃないんですよそれ分かってればいける問題なんですよねこれ住所が変わったら1か月以内ないです住所変わってもね登記変更っていらない,い,らないんですよなくてただ実際売却する時はあの印鑑証明書と登記の住所が同じじゃないとね買い,買い主移転登記できないっていうねそういう登記の制度のルールがあるんで だからあの住所変更の登記入れてから移転っていう形でやることに実務はなるんですけどあの住所変わっても別に放置でで大丈夫なんです、えー、登記義務じゃねえだろこれしかも切る時だから義務じゃねえだろって気づいたらまあできたかなの問題です。であと3番なんていうのは床面積に変更1か月内に変更登記申請しなきゃいけないでこれは丸なんですよ。 床面積より住所とか大事じゃねえみたいになる可能性もありますよね。うん、床面積というのは、これ。建物の表示の登記。表題部の登記。物理的現況、表示の登記ってね、義務なんですよ。うん、ああそうか、表示の登記は義務だから。そうか、床面積変更あると、これ固定産税の金額変わってくる可能性もあるんでね。俺、言わないと、ああ、すみませんですよ、これ。うん、という、なですかね、まあ、東京も。 ある程度他のところとの連動で知っとくと、うん、この3と4の比較で4番にいける方もそれなりにいたかなというところでございます。うん、ということで、はいまあ、あまり東京法のところ今解説してもしょうがないんで4番×これ過去問題ってるとできた人も、まあ、それなりにいらっしゃる問題ですただ絶対ではないというのはもうパーセンテージが示してますから、ねうん、次です15番国土利用計画法法法さて制制限限に移りましたでこの制限は今年は まあやっぱりね、うん、それでも間違えちゃった方はね本当にごめんなさいんだけど簡単でしたやりやすかったですもうそんなね枝のひでえのが出てなかったんですよ、まあえて言うんだったら登録免許図が難しいかなぐらいです、えー、それ以外はえこれ過去も焼き直しばっかじゃないっていうそんな問題でしただからね失点が許されない感じですね何点合格点になるかは分かんないです、えー、聞かれてもそれは分かんないもん分かんない、えー、だけどこれは失点許されないとこが多かったですじゃあ問いの15見ていきます正しいものは1番 2×3×4× まず1番です事故届けで土地の利用目的について怒られた勧告を受けた勧告に従わない後見知事はその勧告内容を公表できる公表って吊るし上げですあの勧告に従わなくても罰則がないという知識が入っていてほしいんですよで罰則はないけど吊るし上げあの業者は言うこと聞きませんでせよっていうのはあるんですよできるあこれだと まずはもう1番でピンポイントで言っていただきたいようなところですさらに2番もおつけんが持ってる、はい6,000ってでっかいですけどねそれなりに事後届けでいりません国地方公共団体売りに会社いしどっちかにいたら届けでいらないという基本中の基本の知識です2番 ×3 番指定都市これちょっと難しいですね言い回しが区域,にそん区域外に存在する土地について届けで行うようなったらでは市町村の経由をしないで 直接届けん時に届けなきゃいけない。知らないぞ、こんなのと。でも、俺が知らない、私が知らないだけであるかもしれないってやってたら切れないですよ。分かんないんだったら、はてな打ってください。えー、いや、経由です。全部。市町村経由していくんです。えー、経由ってあんまり覚えなくていいんですけど、まあ、とりあえずこの3番は流しちゃっていいと思います。いや、知らねえな、そんなルール。流す。4番目。 B が所在する所有する市街化区域の土地 2500C、はい、が購入 C は届けで市街化区域で2500ったら2000以上届けでいります届けで面積いってるかどうかの問題ですいやー基本的な問題で来ましたね3番が何これってなっちゃうかもしれませんが1番のところでピンポイントでできないとまずい問題でした正答率が81.1%ですはい次いきましょう問いの16 はい問いの16正答率が89.5%両方正答率高い問題多かったですね個数が少なかったんでやっぱり今年ね合格ラインが上がりそうだなって各社予想してるのはやっぱり、ね、あのまデータもそうなんですが個数がね少なかったですいつももっと多いのにあの今年少ないのとおそらく改正点をねバンバン出したもんでね改正点って昔はね改正点出るとできなかったんです あの大体い資格の学校に来ると改正点は重要だぜって言うと学校に来てる人はできるんですよ。でも一般の受験生は去年のとか下手したら3年前のブックオフとかで100円で買ったテキストとかでやってるから改正点全然丸腰で来るから改正点出すとできないのが普通だったのに今年いっぱい改正点目白押しだったから出したらみんな結構できたんですね。これねやっぱりすごいですよネットって、うん、私なんかブログだとかねそういうのでね出すんですよ情報発信。そういういただの教材ででみんんなやってくるんですよね ちゃんと情報を、ね、集めた人はこれ改正点もできるなってるんですよだからこれ全然独学ちょろちょろでも改正点どうかなって意識した人は見てて意外とできてんですよそこなんですよだから向こうさんはねあのー、個数を減らして改正多くして点数調整しようと思ったら意外と改正点みんなできちゃったんでねうわーって多分なってると思いますだから何点になるかは分かりませんけどこれどうでしょう八十九点五これは取れなきゃまあいけない問題なんですが一番田園住居地域これ改正点です 田園住居地域内で土地の経営線を造成とかやるときは許可市町村長丸です。うん、田園住居地域で何かやるとき市町村長の許可これ結構改正点でどこも予想してたら大事な論点です。ええー、都道府県じゃなくて市町村だよあと2番目「風痴地区だと風痴丸ツッコミどころないから丸です。はい3番目「市街化区域用途地域絶対決めろ」「少なくとも定める」「前半 OK」「調整区域自然残すところ」「はい」 原則定めない例外はあるけど原則定めない丸定番の足です過去もやってれば、えー、4番準都市計画区域、はい、都市計画に市街化区域の調整区域区域組む定めなきゃいけない4番がツですでこれまずは多分解説はこうなってると思います準都市計画区域って将来まちづくりするとこなんですよまだ何やるか決まってないんですよまだ何やるか決まってないから 市街化区域の調整区域の線引きっていうのは、この準都市計画ができないんです。準都市計画区域は線引きできないでしょうっていう。結構難しい話けど、最近の流行りです。準都市計画区域でできないもの。できるもの。まあ、だいたいできないものをね、頭に入れておくと直前で追い込みで、やっとくと、できるんですよね。でも、それって、やっぱりレベル高い話なんですよ。うん。これ、じゃ、できないんじゃないのいや、ここでできるはずなんです。定めなきゃいけない。 あの区域区分って義務じゃないんですよ、えー、市街角域と調整区域ってグミじゃない義務じゃないんですよ義務じゃないからしなきゃななななないいかかららししき絶対おかしくないなんです、うん、だからこれ今のね解説は嘘の解説ですよ、えー、だって根拠は準都市計画区域だから市街角域調整区域ははいそういう区分は定められないから罰なんですけど、えー、これそれを知らなくても定めなきゃいけないって義務にしてるから罰と根拠違っても4番にできるはずなんですよ これ取らないと、もうまずいと思います。えー、この四番は根拠違っても、四番にバツはいけるはずなんです。だから、この四番は落とすと、ちょっと手痛いなという問題だと思います、えー。必ずできなきゃいけない問題の一つでした。次、問いの十七。都市計画の問題、これも八十点九パーセント。まるまるまるバツでございます。 1>, 1番非常用災害はい許可いらない丸あの非常用災害で許可いるのって何とかの事業地ないっていう時だけなんです、ねうん、まあそれ別に今講義やるところじゃないですけど非常用災害はいらねえだろうと、うん、これで流せばいいとこです、はい、2番用途地域が定めがない、うん、知事の許可を受けなければ予定建築物以外のものを建築できない開発行為の許可もらったら予定通り建てるのが当たり前なんですただ用途地域が定められてると 用途地域の用途規制の範囲内で自由に変えられるんです。でも用途地域が定めがない場合は、あと残されるのは知事の許可です。知事の許可がないと用途地域がないとね、他のものにはできない丸です。三つ目、都市計画区域及び準都市計画区域外ということは完全無欠の土なかです。都市計画区域でも準都市計画区域でもどちらでもない区域です。一万。 八千あ言ってないな一万ということはこれは許可を受けなくていい丸面積要件の問題です、うん、最近面積でね引っ掛ける問題あんまなかったんですけどねうんこれ面積ですお久しぶりだなっていうえそんな問題ですあと四番目準都市計画区域内農業営農のはい準都市計画区域で農家の自宅農業用の建築物んですよねこれ開発行為という都市計画法において農家の自宅ったらこれ農林漁業建築物です。 市街化区域だと1,000以上だとじゃんじゃんバリバリだってそこで農家の自宅はちょっとやめてくれ農業施設はやめてくれなんだけどそれ以外のところは農林漁業建築物はは許可いいらないですよあこれ開発行為のこれ例外のところの典型問題だと。準、はい、都市計画区域じゃ農林漁業建築物はいりませんというそういう問題です。ということで。 この問題も取らないとまずい問題なんですもし間違えてたらちゃんとここら辺はちゃんと詰めていってえいただきたいというそういったところですで次の問題が問いの18これはね結構意外ですね、うん、意外というのはなかなかね一番とか難しいんですよ。31メートル以下ののの部分ににある全ての階には非常用の侵入口 何これ見たことないよと分、うん、かんなかったら分かんないでまあはてな打つというやり方はやっぱり受験生は浸透してきてるんでしょうね分かんないとでちなみにこれって非常用の侵入口って1回とか別にいらないんでそのまま出るんで窓からでも、まあ、2回も何とか飛び降りりりいいんじゃないですか、ね、3回とかだと非常用口ってないとまずいよねってそんな話なんですね、うん、だから知らないようでやっぱ流すしかないと思いますで2番は防火地域内にあるってなってますねはい 3階建てで増築これ覚えてますかね防火純防火地域とか火災の厳しい地域は増改築移転ちっぽけな増改築移転10平米以内でも建築確認がいるんですね。じゃあ建築確認がいるということははい検査を受ける必要はあるんですね×バツ。これちゃんとやってる方は×って自信持っていけると思います。 そうか防火地域とか、えー、火災に厳しい地域は増加地軸移転ちっぽけでも10平米以内でも建築確認がいる建築確認もらったら確認もらった内容は検査があります許可確認もらったら必ず検査がありますセットです OK もらったらその通りちゃんとできてるかどうか見るんですだからこれ要検建確認いるんだから官僚検査を受ける必要あるでしょう罰で×ですで3番目丸 4階建ての事務所2階以上の階にあるバルコニーこれに類するもの高さ1 1メートルの手すり柵金網を設けなきゃいけない2階以上1 1メートルの手すり転落防止です丸これ過去問に出てたんですよ。個数問問題題でで出たたはどどうにもなならい問題だったんですけどねでも過去問の一つなんですよ足の。 そうか転落防止で1階には転落する必要がないから置かなくていいけど、えー、2階以上だと転落防止言葉が落したら危ないから一手 1, って1メートル以上探ってあ過去問で見たことがあるというこれねやっぱり最近10年分の問題が焼き直しで出ると受験生みんな取るんですねえー、個数問題でその問題難しいけどもやっぱり見てるのであ見たことあるで3番に来たんでしょうね、うん、ということでこの3番丸あ過去問で出てた見たことあるそれでできた問題ですでちなみに4番は×なのは建築基準法改正になりました 改正になってそれに合わせて建物を増築改築建築建築とか、えー、建物を合わせなきゃいけないかって言ったら合わせなくていいんです法律が後付けで決まったらそれに従う必要はない、えー、だから既存不適格建築物ってやつなんですけどね昔は合法だったところが法律が改正になったりとか、えー、付け加えれたり条例なんだって厳しい規制になったそのように合わせなくてもいいんですね、うんだからこれ 適合させなきゃいけないいやいやいやそのままでもいいでしょう後付けの法律なんだから×これはある程度できてほしい問題です。ということで1番は分かんなくても 2×304× まあやっぱ3番のがマシかなでできた方が多かったんでしょうね、えー、取ってほしい問題でした次19これとりあえず前半最後にしてこれで休憩しますんで72.2%でこれちょっと今年は驚いちゃったのが都市計画法と建築基準法って大体4問出たら。 2問取らせる問題で2問ねほんと難しい問題が出るはずなんですよ今までの傾向だと4問とも取,取れる問題だったんですそれがねきつかったですねまあきつかったっていうのはケアレスミスが許されなかったってことなんですよ、うん、だから問題簡単簡単とか言われてなんかね悔しい思いする方もいるんですよね例えばもう何年か前に言ってるように「お前達犬今年簡単だったらしいんじゃん簡単なのに受かった」みたいな「いや簡単でも点数高いんだ」と。 ね、そういう感じになっちゃうんでね、うん、だからなんかむしろ受かる時は難しい方がいいんじゃねえかってね、うん、個人的には思っちゃうんですけどねこれねこれ全部取れる問題なんですよでこの4番、えー、ごめんなさいこの19番も1が丸2が ×3 が丸4が丸4番はもう最初から言います「意味分からん、ね、もう読まなくていいです」「読んでどう言んだうこれ」と「勉強する価値もないし」と「じゃあ1番「田園住居」出ましたまたまた出てるんですよ「田園住居」「改正点」 これ第一種第一種の定層と同じように扱うんですよだから1012の高さの限度が絶対決められる超えてはならない丸で演じの話ちゃんと触れてれば丸いけるはずです2番目これって40%第二種60%が第一種大学これ用途規制ですねこれレックだと語呂合わせで左2つ大学右が病院文字が入ったところが建てられないっていうねまあ大体どこが語呂だとかそういうのでやってるところが多いです それです中高層ああこれ真ん中らへんじゃん大学できるよできないやばそういう用途規制で語呂合わせてそのままでちょっと久しぶりな感じですけどね、うん、やっぱり用途規制のところはまあ大変中漁地域がそのまま正解にはならないけどその周辺では出るんじゃないかっ言ったらまあまあ出た感じですねだからまあ予想もされてたところもあるから、まあ、できた方もそれなりに多かったんでしょうあと3番目都市計画区域の変更 三条、法三条の規定が適用されるに至った、すでに建築物が立ち並んでいる二メートル、四メートルないと道じゃないですよね。ところが指定があると、はい、中心線から二メートル、中心線から二メートル道路とみなされる、あのセットバックの話です。ああそうだ、中心線から二メートルが道路と敷地の境界とみなされる、とりあえず二メートルでもえ家建てでも家建てておいてもいいようにしてたんだと、うん、あの話です。 ピンと来れば、丸かなっていけるはずでございます。で、四番意味わからん、やめとこうと、二、うん、番でバツ。これも、まあ、大体ピンポイントですね、やれるとしたら。ということで、まあ、語呂合わせとかね、面倒くさらずにやったかどうかというところで、まあ、決まったのかな、できたかどうか、が決まったのかなというところでございました。はい、じゃあ、その次のところからは、また十分休憩してですね、後半やっていきたいと思いますね。とりあえず十分休憩でございます。はい、それでは再開いたします。今度ですね、二十。問いの二十、見てまいります。 えー、正党率宅蔵法の問題です。九十二点七、すごいですね。高いですね。で一二三が丸なんですが、はい四番目でございます。四番がバツです。宅地造成工事規制区域内において切り戸です。はい面積が四百です。高さ一メートルの崖です。切り戸で一メートルの崖って言ったら、これいらないですよ今日かね。許可ね。 あと、うん、この切戸の高さじゃなくてこの面積が500超えたらいるって話がありますが400ですもんね許可を受けなきゃいけないバツまあおソドックスな取材したね、うん、だからやっぱりここら辺になるとねやはりね過去もちゃんとやってれば普通にできるから取ってくるんでしょうねという、はい、4番ピンポイントしっかりできなきゃいけない問題でした取りこぼしは許されない問題でした次問いの21です65.6%でございます まあ普通これぐらいが標準的な問題かななんですがだからこそこれ合比分かかれれちゃうかもしれませんねうんもうこれはもう落とせなない問題の部類になりましたねあのこれ区画整理法ってどうしてもね内容が難しいんでテキストの「もういいや捨てちゃえ」みたいになるんですがもったいないです最近この区画整理法は難しいんです全体は。条文がえらい難しいんで全体像をやると難しいんですがこれ選んでやるとねあの結構取れる問題が最近続いてるんですね。 で今回はこの3番が「丸だったんですが施工工者って工事やる人です仮管地指定した工事やる時に邪魔だから出てって他のところ使っててっていう仮管地指定すると従前の宅地で工事入る土地なんですがそこの工事をやってる最中に建物とか木とか邪魔なものがあった時どかす必要があった時はどかすことができるかっていうんです。 多分過去問とかテキストで見たこと絶対ある内容なんですよ、えー、多分とっつきやすい内容だと思うんですよ3番が「丸でございますじゃあ1番はですが1番×なのは土地区画整理事業ってこれやっぱりねまちづくりのものなので原則は都市計画域および準都市計画域外じゃないですまちづくりやってる中です×でしょう2番は設立の認可の広告があった広告がある日まで勘違分のこれ 区画整理の始まりから終わりまででです始ままりりから終わりまでの間、はい、施工区域内において施工となる障害となる恐れがある建築物それらの工作物の新築を行おうとするものは都道府県知事及び市町村長の許可を受けなきゃいけないこれあんまり難しく考えずにこれ知事の許可でしょうとあこれ大臣施工の場合は大臣だけどそうじゃなきゃ知事の許可でしょうで知事いや市町村じゃねえよ罰でやる方が早いです。 ただねちゃんと正確にやるとね実は都道府県知事の場合もあればこれ大きい市とかだと市の町っていうのもあるんですようん。ただね及びで両方いるってことは絶対ないのでこれが正確な知識の切り方ですただね正確な知識を追っかけると本当にかわいそうです完璧主義者はあの、こんなの都道府県知事の許可でえ市町村なんて関係ないよバスってやれた方が良くないですか向こうさんはそうやって出してきます えー、市の庁の許可が必要ななんていう例外なんて聞いてこないんですよだから解説読んで解説まともにやろうとするとやっぱり法律上正義はすごい大変になると思いますでもそこまでねこれ知識いらないですよねいやだってこれお呼びって両方いるなんてことないでしょ知事の許可でしょうバツとやっちゃった方が私はよろしいと思いますあとは4番目仮勘置指定した、はい、仮勘置使える時と今までいた土地これ使えるタイムラグが出ることになっちゃうんですよそうするとどっか仮住まいしなきゃいけない それは事業資金で捻出してあげる、保証してあげるという話です。何を言ってんだかさっぱり分かんなければ一気書いて勉強してください。えー、ここのところいや同一の日として定めなきゃいけないってないぞ。別々のタイムラグ出ちゃうことあるぞという話です。これもねあのテキストとかでそんなに難しい部類の話ではないはずなんですよ。だからこれ言葉が全然分かんない意味分かんないさっぱりイメージがつかないっていうほどの問題ではないから正套率は高かった。おそらく合格者の正套率は7割超えてます。 ということはできてほしい。できなきゃもったいない問題ということではい。まあもし間違えて来年やることだったらちょっとちゃんと復習しておいてください。次です。問いの二十二。農地法八十二点一パーセントできなきゃいけない問題ですね。なぜなら一番が丸だから。市外区域です。じゃんじゃんバリバリ建物建てるとこで農地潰すのウェルカム許可いらない。あらかじめ農業委員会に届けで御所の許可いらない。丸。 定番の問題です。もう一で、これだ、自信持って言ってほしいところです。うん、じゃ、あ二番は遺産分割。いや、相続絡みは許可いらないね、罰ですね。うん、これも重要な問題、二番罰。三番だけですね、よく分かんなくていいの。農業所有適格法人の要件。まあ、農業用のね、農業の所有適格法人の話とかは、まあ、十五年後、二十年後ぐらいにはね。バンバン出てくるかもしれませんが、まあ、当面は全然関係ないです。 知らねえな。えー、じゃあ満たしてない株式会社、借り入れできない？いやわかんねえなと。わかんないと思います。えー、許可があれば大丈夫です。許可もらえるかどうかです。えー、許可もらえるかどうかは知らんけど、えー、許可をもらえば大丈夫なはずなんで、はい、できない？いやよくわかんないから触れないでおこう。はてながいいです。農地法って取りやすい、絶対取らなきゃいけないって言われますが、全部の足が取りやすいとは限りませんからね。えー、この三番に関しては、まあどうでもいい問題でございます。じゃあ四番。 雑種地開墾し、工作している。でも、地目が雑種地法の敵を受ける農地に当たります。×。これも昔から大好きですね。地目は関係ないってやつです。現況判断。耕していれば農地に当たる。許可がいる。×。一番で丸。これは一番でピンポイントで取れないといけない問題でした。問いの23。さあ、登録免許税。まあ結構ね、予想は当たったとか言っても25.1%という。いやー難問でしたね。うん、じゃあ難問ですが、 せっかかくだから解説しておきましょうでまず1番は面積50ないと税金で安くならないですよね流れとしてところが今回あれ50以上じゃなければできないんじゃないの丸じゃないのといやいやいや事故が所有する共有持ち分の割合を上じたものが50平米共有の場合は1人当たり50ないとダメ2人だとだから100必要だってそんなことはないんです建物自体が50あればいいので。 えー、あの2人だったら2人で2で割ると50だと25になっちゃうでしょみたいなことを言ってるんですよ。言ってる問題言ってる意味が分かりづらいところもありますよね。うん、これ建物自体が50以上なららいいんだか,なくていいからこれあのー、国土利用計画法とかだと2,000の土地売買しても持ち分で持ってると2,000に1/2とかかけて1,000扱いになっちゃったりするっていう話があるんですよ。そこのひっかけですね だ全然違うところなんですけどね建物自体が50条であれば大丈夫なはず×罰ですで2番これ軽減措置って税金安くなるのって何でもかんでもじゃない前ホームだからといって何でもかんでもじゃない交換の場合、はい、適用されないこれ丸といやー難しいですねすげえ昔にあったんですけどね過去問にええ大久保には載ってないはずです、えー、もしにもあんまり出てないはずですいやー聞いたことないなやっぱ難しいです えー、だからお昔の過去もひっこり返しあったりするんですがいや難しいよとだから25.1取れなくていいも題ですねまあとりあえず交換とかというのは当該交換なんですけど金払ってないんでね、ま、だったらな税金安くする必要ないでしょうという感じがいいと思いますあと3番目ええー、築年数25年以内だっても適合証明により満たしていることが証明されない時はできないあのー、これって耐火建築物で25年以内だったらこれ別に証明されなくてもできるから罰よ これもなかなかかですね木造が20年とかそうじゃないのは25年とかってあるんですけどねちょっと細かいところの話でしたねはい4番これもなかなか難しいと思いますよ。税金安くするためにはい当期の申請書に一定要件満たす住宅用の家屋であることについて税務署長の証明書を添付しなきゃいけない×これ実は当期の登録免許税を安くするために住宅専用家屋証明というのを取って当期の申請書に添付して出すんですよ。 で,出すんですけどその住宅用家屋証明はこれねだからこれじてなうんですかね、あのー、全然もう仕事も勉強も全くしてなければもう何にもよくわかんないで流せるんですけどね中途半端に仕事しちゃうとこれ家屋証明って大体いい土地家屋調査士っていうのが代わりに取ってくれたりとかあと司法書士が取ってくれたりとかなんですよ。 でもたまに仲介が取りに行くこともあるんですよ。私も取りに行ったこと何とかありますけどね。これ税務署じゃないんです。だから一度でもなんか取りに行ってたら税務署じゃなくねえって気づくけど、いやー仕事やってても試験の勉強でもテキストにも囲みにもないから難しいですよね。結論25%勘でよし、A。サイコロでよし。A、ということでまあ頑張る必要はないですよね。 とりあえず出たから見とこうぐらいに、はいまあ、流しときゃいいんじゃないですかただこの登録免許税が出るのはもう何年後かなんですよ5年とか6年とか7年とかさすがに受かってますよねその頃には、えー、ということで、まあ、皆さんはもうお勉強しなくていい感じがします次問いの24不動産取得税はい80.5%、まあ、税金は2問中1問取れれば同じというか2問中1問は取りたいところなんですまあこっちですね3番相続課されない丸 もう、ドキソ中のドキソです。あと一番下の4番は、面積満たなくて貸されないはないです。免税店っていう安いと貸されない場合ありますが、面積小さいからはないです、えー。あとは2番は、価値が増加した改築で価値が増加した増加した部分について、取得税、貸されるんですね。価値が増加したら増加したでしょうあんたそこが取得でしょう税金ください。なるんですね。 増加一区移転、増加した部分が、ここ、税金の対象になる。罰。あとは一番。不動産の取得があった日から、翌日から、はい、3ヶ月以内で所在する届けに申告納付。これが罰ですね。普通徴収ってやつです。納税通知書が来るんですよ。それに従って払うという、自分から申告するやつじゃないですよという、これも定番の問題です。 ということでこの問題、まあ、2割ぐらい落としちゃってる方もいますが多分税金捨てちゃったかもしれませんねもうい,いやもう税金はとやっぱり税金捨てるのはやっぱり今はね今の時代はよろしくないですやっぱり各学校が予想してるところの税金ぐらいをやんないと、えー、こう差がついてしまうとこなんで、うん、だから今年なんてどこの学校もねうちだけじゃないですよあのレッグが適中とは言ってんけどあんなもんだこだこ的中させてるん,んですよ、えー、もう取得税もう絶対もうこっちだってもうどこも言ってるからみんなやっぱできたんでしょうね まあそういううい情報はやっぱ大事でしょうねここはやっぱりやっておかないといけないところだと私は個人的には思います次問いの25正答率48.9%でこの問題なんですけど正しいもの1番 234× で1番は実は昔過去問に複数回出てるんです価格鑑定する時は最有効仕様の原則といって その土地が最高に輝く状態、ええ、どうやったら一番儲かるかというそういう状態で価値を把握するというなるべく高く鑑定というのは把握するという価値を捉えるという原因に原則なんですよ昔から有名な問題ですこれ、うん、これテキストにも載ってますレ、ね、ッ、ええ、でも過去問最近出てなかったですだから正答率がこんなもんなんです、うんうん、でこれ一番はまあ確かに突っ込みどころというかつかみどころはないですよね うん、で、そこで、ちなみに2番は、事業の不動産の鑑定評価には適用すべきじゃない。いやいや、マイホームだって賃料想定すれば、マイホームだって収益還元法できるから、バツこれはほとんどできてるんです。3番の、いずれか一つ選択。原価法取引事例比較法、収益還元法、3つ、複数使え。まあ本当は3つともやってほしいんですけどね。 1>, 1つ選べば罰×これも典型だから×いける2番3番はいないんですほとんど丸つけた人は4番なんですよ残念なのが1番と4番ではい残念ながら4番に行っちゃったっていう方がここ間違えてるますうんでこの4番はやはりお勉強でちゃんとやっておいてほしかったところですいきますよ限定価格の定義限定価格って市場性を有する、うん、売り物になるあの売り物にならないのは特殊価格って言うんで うん、まずここ、OK、であと読むべきところで絶対的に大事なのは限定価格で丸になるためには必ず「限定」って入ってます。ありますんから書いてなくないですかでこの限定価格の実は中に「あの帰り」という言葉がありますねこの問題あの。確かに限定価格って「帰り」というところもこれ書いてあるんですよ。だから「帰り」だから「丸じゃないってなっちゃうんですけどいやいやいや。 これ中身読むと社会的要請を背景諸条件を満たさないここです諸条件満たさないってこれ特定価格ってやつなんです投資家に対して価値を判定する特定価格なんですだからちゃんと頭に価格の四種類入れてればバツっていけたけどやっぱりそこら辺大変なんでしょうね県政は鑑定評価もしかして地下工事かもしれないし本気でやっぱりなれなかったんでしょうね、うん、だから正確な知識がいるような問題だったから四万人 帰りって見たことがあるから、四番にしてみましたみたいな、なっちゃったんでしょうね。うん、これはね、だから残念ですよね。えー、だから、あのと、価格の四種類は鑑定評価でも取りやすいから、やっぱり。対策としては、絶対やるべきところなんですよ。だけど、まあ、なんか、いいか、ちょっと時間もないしみたいな。そこで、あやふやにしちゃって、見たことある帰りでって、そこで四番にしちゃったんでしょうね。これはね、惜しいですね。えー、でも惜しいけど、残念ながら、爪が甘かったと。えー、でも、これね、合否分けませんよ。だって、四十八点九なんで。まあ、受験生、ハース落としてんじゃんと。 うん、今年はできる人はなかったでも来年もし同じよう出たら、まあ、同じよう出ることないと思いますけどね来年は地下工事の方が可能性高いんでね、うん、だからこれ出た問題はねちゃんと取っていくんですよね受験生って合格する人はということでこれは復習した方がいいと思います5割切ってるけどやるべき問題として捉えてください次業法で行法も難問は本当難問でしたいやー結構難しいなーってなのありましたでも基本的にやっぱり取れる問題は分かったですね17点ラインだと思います あのいつもだと16点は切っちゃったら合格者の資格ないっすよねとか言っちゃうんですよ。えー、権利が半分でも業法16ないとと、うん、これ16でもちょっときついっすね17ですかね、うん、これね業法はね本当にケアルスミスが許されなかった年ですね問いの26はいまずは88.3% 88. はい。 1 × 2丸3 × 4 ×でここもまあ正解は2番なんですけど1番ネットで広告決まったのに掲載し続けたよく環境があるなるからみたいに言ってもう決まっちゃった物件乗っけとくって実際よくあるんですよでもよくあるけどそんなの古代広告インチキ広告決まってんじゃないですかもうお客さんは買えないんでねそれやってたら違反しないわけないでしょう常識できるものです2番目 事実に反する表示これ古代広告って言いますよね古代広告は広告の中でも罰則あるのは古代広告だけです6か月100万円こんなの覚えてなくても罰則があるあじゃあ罰則があるから丸だろうそうですもう例年通りこの2番罰則があるから丸これでできた問題です取れないとまずかった問題ですでちなみに3番は契確に申請中媒介、はい、広告をしてはならないが貸借の媒介に関する 広告ができる。売買も賃貸も広告は許可確認前にはできません。申請中じゃできない。これも基本的知識です。もしあやふやだったらちゃんと入れておかないとまずい問題です。4番目は、はい、違反しない。何を有利やと誤認する表示をさせてはならない。そりゃそうだ。利用の一部を表示しないことにより誤認。これもまずいですよね。ちゃんと分かってることは書かないと。え、そりゃまずいんじゃないの違反するんじゃないの罰だろ。はい、2番が丸。 消去法でもいいけると思います、はい、常識きれいごとまあそこら辺で言いてもいけたなの問題でした次問いの27正答率70.8%はい×××ツ丸の問題でございますでまずはこれ状況もずっとか書くのはもう今日はそういう趣旨じゃないんでねあの売り主が B で買い主が D で売り主側の業者が A なんですで D というのが C というのに頼んでるというそういう状況です2社が一つの取引をまとめようっていうことなんですじゃあその時です1番 AA って宅建業者 A っていうのは売り主側の業者です売り主側の業者がはい依頼売り主から依頼を受けた売買業者として成立するまでに契約成立までですよはい D に対し建物状況調査を実施する 斡旋の有無について確認しなきゃいけない、D って。買う人ですよ。買う人に確認する、そんなきれないです。えー、あの、売り主にはどうしますって聞きますけどね、依頼の時に。買い主に確認、な、な言ってた、これと。どういう趣旨かわかりません、これ。何言ってんだ、そんなこと、や、やんねえでしょうと。う何が趣旨だか、私もわかりません、解説してて。いや、こ、飼い主、こんなの、聞かんでしょっていう感じです。うん、あと二番は。はい。 内容についいいて説明しななきゃいけない2番内容についてこれ契約成立までに設計図書設計図とかそういうものですそういうものを、はい、保存の状況及びそれぞれの内容について説明内容は説明いらないっていう知識ですこれ今年の改正点なんですけど要は設計図とかそういう図面類飼い主はやっぱり欲しいですよねちゃんと保存されてんのかしてないのかって話なんです ちゃんと読める状態で保存されてます。保存されてません。中身の説明じゃないんですね。うん。だからこれ、保存の状態を説明するんで、内容とかまでは言ってなかったぞ。付属書類あるかないか保存状況だぞ。バツです。はい、3番目。2年前、はい、状況調査を受けてた、成立までに調査してますよっていう説明しなきゃいけない。2年前、ここがミソです。あの、2年前って随分前ですよね。2年前に調査してても、その調査当てになります調査1年以内のものです。 1>, 1年以内の調査を説明するこれインスペクションの改正点では、はい、結構大事な内容ですあれ1年って見たことあるぞ×で4番丸結局4番は構造上主要な部分の状況双方が確認した事項がある時記載省略できない必要経気記載事項に入ったあ絶対これだと大体、うん、いいね多分2番3番よく分かんなくても4番これだってやれた方がそれなりにいた問題ですね。 多分一抜つ二抜つ三抜四丸ともし個数で出たら壊滅的な問題だと思います。さすがに改正点でここまで全部完璧に抜つ抜つ抜つは丸はできないんで。でも四番はあ必要的記載事項で改正点になってるぞはこれはちょっと情報収集普通にしていればできる問題だからまあそれなりに高かった。まあ来年以降はで取れなきゃいけない問題ですね。ええ、まあというところです。次問いの二十七。はい個数やっと出ました。でこの個数問題は六十六点七パー。 やっぱり60%あると取れなきゃいけない問題なんでしょうね。で、あバ、e、×、いー×、うー×、え〇です。まずは1番。許可申請中、契約ができる。×。降りなきゃダメですよね。そうだ、申請中じゃダメだ。はい、これも基本的な知識です。2番目、宅建業者が買い主として、宅建業者との間で締結した。 37条の交付べき署名を交付しなくてもいい契約書の交付は相手業者でもいりますね罰ですこれも罰自身持っていってほしいところはい3番営業賞金です宅建業者運輸そして宅建業者との間です売買契約をする供託所所在地について買い主に対して説明しなきゃいけないここでしょうかね落とす原因はこれ説明いらないですよだって買い主業者だからこれ宅建業者との間でっていうところ読み落としてないかどうかですね これね、多分、丸にしちゃった方は、おう、教託書の説明だから、丸ってやっちゃうんでしょうね。そこダメでしょ、そのまま言っちゃう。相手が業者だったら、教託金もらえないんだから、説明いらないって、もう、引っ掛けのオンパレードの代表格じゃないですか。だから、過去問やらないと、引っ掛けパターンが分かんないから、流れちゃうんですよ。教託書の説明いるって言ってた、丸って。だけど、業者だったら説明いらないっていう、もう、過去問やったら、引っ掛けの、最先簿の引っ掛け方ですからね。気づくんですよ。ということで、ちゃんと過去問はやろうねです。う、ばつ。で、え なく依頼者に報告その通り買い付け燃え付けも入ったらすぐ家とあっためといちゃダメだよとすぐちゃんと言わなきゃダメだよ昨年の改正点です。はい、ということであこれまた出たな、うん、多分ラインに当てりも出るんじゃないですかちゃんと業者に戒めのために出してる話なんでねということで1あ罰バツいい丸 A の一つだから、はい、1番ということでした次問いの29、はい、正答率91% そうですね。91%。はい。違反しないもの2番。これだけ言ってきます。AB が共に宅建業者である場合、債務売り子を理由とした場合、損害賠償600万円。違反しないものは2番です。なんで ?AB 業者ですよ。あの、今回、代金2000万円ですよね。損害賠償、薬金合算して2割までと。えー、手付金2割までと。あれ、水軽に制限ってありましたね。売り主業者監視しろとの時だけですよね。 業者間の取引ならば自らの利制限は適用なし2割超えても OK2、OK、人がし400万円までのはずだけど600万円でも業者間取引 OK ですということで自らの利制限じゃないから600万円で違反しないよう2番丸、はいまあ、134間違えた方はなんかケアレスミスか何かでしょうねはい2番のところで業者間取引なんだから600でも OK2、OK、番自信持っていってほしいとこでした次問いの3十。 正答率80.4%はい「××××丸で報酬の問題が今年2つ出たというすごい話だったんですよでこっちの方はやりやすい部類の方なんですよでまずはこの問題は賃貸1か月分家賃10万円ってなってますよねじゃあ家賃10万円とということで 賃料にするときは、それぞれ10万8000円は絶対ダメですよね。じゃあ、あとは考えられるのは、これ、店舗だから、権利金がある場合は、権利金を売買代金として考えないんですね。で、そうするとどうですよ、これ、まあ、解説に式が書いたんで、別に移そうとしないでください。150万にかける5%、ごめんなさい、5%。5そうすると7万5000円で出ます。でちなみに、これに消費税なんですが、8万1000円になるんですが、 これそれぞれからもらもってどうですそれぞれ10万8,000円はやっぱもらいすぎですよね。うん、ということで1番「ダメ」です。で計算問題がある時はやっぱりやり方なんですけどうわこれ権利金で計算しなきゃいけないと思ったら保留して2番見ちゃった方がいいです、えー。なるべく計算しない努力をするっていうことです。2番は居住用です。居住用だったら権利金というのを売買代金とみなすことできないからツと。お計算しなくてツ切れたです。 3番目。はい。店舗。依頼に基づくことある広告。基づくことなく、頼まれてないでやった。それを、これ、報酬とは別にもらうことはできない罰です。これも知識で取れた。はい。4番。定期建物賃貸借。満了。期間が。契約終わりです。で、定期建物賃貸借,借って2年なら2年で終わりなんですが、再契約型っていうのなんですよ。あの、更新じゃないんです。再契約。 2年いて問題ない人だったらまた貸しますよというこれ再契約だから手数料もらえるんですただもらいすぎはまずいですよねいや再契約の時だって業法の適用当然あるでしょう4番丸ということで4番が丸なんで1番ああ消させなくても助かったとでもし4番が初めて出たしたくで不安だったら1番バツとやれば消去法でもいけたという,うな問題なんで80.4これは取ってほしい部類の問題です じゃあ、それに対して、こちら、問いの三十一、はい、正答率二十八点八パー。これ、実は、対問一問改正点なんですよ。ああこれ、ね、安い四百万円以下の物件だと、売り主からは、経費込みで十八万円という話があるんです。ええー、そんなの細かい話、あるのー、と、うん、あるんです。これね、知ってる人は知ってんです。 で実の世界では結構大事な話だったんでえ、まあ、予想してるから予想してるんだけどまあ歴的にはあんまりなんか予想の問題すら出してなかったんですけどね、えー、まあそれもひでえ話ですけどね一文ぐらい出しとけよ他社が出してんだからってね思うんですけど、まあ、私一応ブログにねいや出しとかないとなっていうことで出したんですけどそれでも難しかったですこの問題はなぜならこれ読んでてうわ計算するなんか5万円経費何これともうどうやっていいのか分かんない改正点だって分かってもどうやっていいか分かんないっていう人がこんなもんです だから今年に関してできなくても大丈夫な問題です。ただ、この問題、あれ、売り主からもらえるのは18万円じゃないっていう話が、え、入ってて、その話じゃないって気づくと、3番が丸は結構見つかると思います。あの、一生懸命計算じゃないんですよ。土地売買、A が売り主から依頼を受け、売り主 D から依頼ですね。ここ、ポイント1。はい。通常の売買の売買比べ、現地調査が2万円、はい、要する。それでも、 売り主かららは18万円上限にもらえるこれ350計算するともっと低い金額なんですよでも売り主からは18万円経費込みでもらえるじゃあ18じゃねえじゃんこれとそこなんです消費税込みです消費税入れてください、えー、そうすると19万4400円あれ売り主からは18万あ消費税入れたら19万4400円これじゃねえって気づくとできたというでも緊張状態でそれはなかなか難しいですよね えー、これ改正点あるって分かっててもなかなか取りづらい問題なはずですだからね結局ねどこのところを見てもあのカゴものとか模試とかに出してても正率はあんまどこも良くないですよね、うん、正解できなくても平気な問題でした、えー、でちなみに1番はじゃあ何でっていう話ですが、まあ、500万だから、えー、今の話関係ないし、えー、あと2番代金300万円 A が飼い主 C からと飼い主からは18万って話はないんです 売り主からだけの話なんですよというこれ改正の話では結構大事だったんですよ。えー、じゃ関係ないないあと4番はこなんかちん住宅の貸借貸借はこれ関係ないぞと、えー、いうところで、はい、3番がバルなかなか大変ですが来年に向けてお勉強は多分必要になってくると思います出てるので、ね、来年はもう文句言えないんで。えー、ということで、はい、この問題に関してはそうですね正答率悪かった、まあ、今年できなくても合否関係ないっす。 でも合否関係ないけど来年再来年ね宅検試験合格に向けてはちょっと見とく方がよろしいんじゃないですかというお話でございました次問いの32はい54.6%これ難しめでしたねでこれあの解説というか前書きのところに落とすのは31ともう1問の2問ぐらいですねみたいに書いてありますがこれもね落としてしょうがない人はしょうがないですなだら難しいですよだって54.6なんでただ1番です 士士ががが指示処分を受けた宅建業者に責任がある宅建が怒られたんですよでも会社がねお前ちゃんとやれお前営業しろえええよいいよ電話しろ夜中でも行けみたいだどうす、会社がやれやれって煽ってノルバだノルバだって言ってて会社も悪いなんていう時は大臣大臣免許ですからね業者に対して示処分できるこれできそうじゃないですか。 だって、取り消しは怒られて、その原因が会社にあったら、会社も勝負受けても叱るべきじゃないですかこれは丸かなーになるはずです。じゃあ2番は、宅検士、不正手段により登録を受けた、インチキで登録。登録した都道府県知事、登録者の知事が、試験、資格試験の合格を取り消さなきゃいけない。これで間違えるのはもったいないですね。合格を取り消さなきゃいけない。絶対にありえません。登録は消されます。合格は取り消しになれないんです。 あの合格するじゃないですか例えば皆さんね合格しますね、はい、今年ダメでもらい目がかかる受かった一生有効です合格はあのカンニングとか階段がバレない限り合格は一生有効なんです合格した翌年に、えー、調子に置いてて人殺しちゃったええー、ヤ入った懲役15年無職から出ても取引士ですよ合格は一生有効ですよただ無職から出てきてから5年間は登録できないけど要は登録は少女されますでも合格は取り消しされないという引っかけです おとだからこれねやられちゃった方はいるでしょうね、うん、だからまあやりにくかったあともう3番「知らねえぞと」と大臣全ての取引に対して「はい」「図かるために必要な助言指導勧告ができるこれできないんですなぜなら大臣は取引に対しては何もできないんですあの考えてください皆さんが取引になってえあの知事が何か言ってきたらあごめんなさいぐらいだけど大臣が怒ったらなんかちょっとビビりませんちちょっとしびっととびゃいますよね大臣が来たよと そうこれ大臣は、まあ、そもそも取引士一人一人の話なんて見れねえしなん暇じゃないですよ大臣もえ。業者に対しては全国どこの業者でも「おいお前やってんだ」みたいにできるけど取引士に対してはできないんですこれえー、そんなのあったんだと、うん、あったんですね。これやっぱりね迷ってしょうがないんですよ1番と3番。ただ1番の方がやっぱり取引士が悪いことして会社が悪かったら1番のがマシかなーでやれた人が、まあ、できたんでしょうね。 あとちなみに四番はおつけん知事、お付近地位提出罰、もらったところから、こう、けん。あとここで間違えると、ちょっとアウトです。二番、四番は絶対間違いないで、欲しいところ。はい。一番、三番。まあ、特に三と一で迷っちゃう。あとまあ、二番もね、ミスでやっちゃう可能性がある。なかなか大変な問題でしたが。はい。やっぱりやれて欲しかったなの問題ではございます。次問いの三十三。九十点八パー。はい。 1,2,3のところ、ちょっともう見ないでいきます。4番が丸。いきます。A と B で千人媒介。あ,あ、千人媒介ああ。いいですね。B が A 以外の宅建業者の媒介代理によって交換成立した時の措置について記載しなきゃいけない。これ、媒介契約書に書く内容です。簡単に言うと、千人って一社しかお願いできないんですよね。皆さんがうちの会社にお願いしました。千人で。じゃあうちでしか、ダメですよ。紹介されちゃう。 他の会社が手数料を安くします、無料にします、え浮気しないでください。これ結局こういうことです、1000人でお願いしてたのに、他の会社で決めちゃった、ペナルティーもらいます。まあ、よくあるのが、通常通り手数料もらいますよとか、相当額をもらいますよとか、そういう釘刺しとくのは書いとかなきゃいけないんですよ。要するにこれ、裏切った、浮気された時の措置です。聞いたことあるぞ。 123× にできるのも当たり前なんですが4番も丸これはできないともったいないとかまずいものですという問題で123は見ませんがはい4番しっかり把握して,てください次問いの34は78.2パー託券業者媒介で貸借成立させた貸借において契約当事者に交付するべき書面に必ず記載しなきゃいけない必要的記載事項ですね。<うん S 1> で 貸し担保責任でどうと。まあ決めたら書くけど、決めなきゃ書かない。しかも貸借ですからね。貸借。売買じゃないじゃないですか。保存の責任関係ないよ。いやこれはねえなってですね。二、うん、番目。当事者の氏名。住所。これって。貸主、借り主の氏名、住所書かなかったら。契約書にならないんじゃないですか。いや、これ書かないとまずくない。うん。引き渡し時期。いつ鍵もらえるか。いつ渡すか。これは重要ですよね。 これ必要的記載事項で、覚えなきゃいけない内容に、絶対どこの本もなってると思います。どこの学校も、ちゅうことで、はい、いとうはいるな、いとうだな、はい、いとう二番でございます。で、ちなみに、えは、これ構造上主要な部分の状況について、双方が確認した事項って、これ改正点ですが。売買はいるけど、貸借はいらないという、貸借不要という、はい、知識。 だから改正点だからここまで過去問がないので及んでない方もやっぱりいるはずだったんですがまあ意図と受できたんでしょうね、うん、これ、まあ、改正点分かってての話かもしれないけどやはり正答率高いですえ取ってほしい問題ということになりました次問いの35です正答率78.2%やっぱり取らなきゃいけない問題じゃあいきますまず1番は耐震診断を受けなければならずってありますが これ耐震診断はは義務にはないです、えー、受けていれば説明いるとかになりますが受けなきゃならないはこれは絶対罰ですねあと2番未完成である場合重要事項を説明書を交付した上で宅検士において説明させなきゃいけないあれこれ説明いるんじゃないのとところが本文見ます宅検業者間の取引って書いてあるんですよ飼い主は業者じゃないですかこれ飼い主宅検業者だから説明 いいらないんですよね改正でさの昨年の要は重要事項の説明書面は渡さなきゃいけないけど取引士が説明する必要は飼い主が業者の場合はないですねこれだから本文で業者間の取引っていうのを見とかないとこれあるじゃないってなありませんまあそこでしょうね間違えるとしたらあとは3番、はい、建物貸し保険締結などの措置を講ずるかどうか、ええ、万が一欠陥があった時に尻拭いの話です その構図る場合は保険に入るとか、えー、ちゃんと直接に買いとけ。まる。どうなっちゃうのか買い主は心配。えー、どうし落とし前つけるかは心配。説明がいる。やるんだったら買いとけ。まるです。であと結構四番が細かめなんですが、テキスト載ってないテキストもたまにあるんですが、三十万の預かり金、これあの五十万未満というラインがあります。預かり金とかで五十万未満だとそれ説明しなくていいという。まあ大した金額じゃないからってね。 よよくよく考えるとと大した金額だ30万いや対策ねえよ50万未満だったらいらない不動産の取引においてはと30万の預かり金じゃ説明いらない罰というちょっと細かい知識で覚えてなきゃいけない知識なんでまあそこら辺は大変なのかもしれませんが3番で比較考慮すれば個数じゃなけれゃこれはね何とかいける方が多かったんでしょうという問題でした次問いの3692.4 3番が丸卓建業を営むとする個人が懲役刑に処せられ、執行を得た日から5年経過しない場合、市は免許を受けることができない、個人が個人事業でやろうとするときに5年間、懲役ということは、無所から出てから5年間受けることができない、丸ですね、いやこれは自信持っていって、ピンポイントで言ってほしいですね、1番は、更新を行った有効期間の満了日までに処分がされない、更新の通知が来ない場合。 満了によって効力を失うわ罰処分があるまではやってていいんですよ、仕事。うん、これも、過去問に何度も出てる重要な知識です。あと2番、B、高検知事免許業者が、オツ県で仕事しよう。B は大臣免許に免許変え、いらないですね、事務所基準なんで。事務所が他の都道府県に置かれることになるんだったらいるけど、そうじゃなきゃいらないですもんね。他の都道府県例えば東京で 東京都知事免許やってる業者が大阪で仕事する別に大臣免許いらないですよ、えー、日本全国どこでも仕事ができる事務所が他の届けになった時だけですね2番×はい4番いずれも宅研士ではない D と E が F の取締金就任 D が常勤 E が非常勤 F 社は D についてのみ役員変更届出がいる非常勤でも届出は名前に載せるのはいります×非常勤でも役員は役員 これももう流れからは言って、はい問題集ちゃんとやってれば過去問やってればできる92.4落としてはならない問題でした次問いの37正答率50.3%こ,ここです落としてもしょうがないなっていうのはこれ個数ですねで個数はやっぱり全部が優しい問題じゃないとなかなか取りづらいです今回この問題はまず1番というかあ AC の間でクーリングオフ、はい、解除の書面をクーリングオフ帰算してから要介内に到達させなければ解除できない無効である到達させなければできないあのクーリングオフって発信主義って覚えてますかポストに入れた時、えー、内容証明とかを出した時き日以内ならセーフなんですよ着く時に着いた時点で要介以内じゃなきゃいけないっていうのは飼い主に不利ですだって期間短くなってんじゃないですか これ着いた時に8日以内じゃなきゃいけないってことはポストに入れる時出す時はえその前日か前々日か遠いとこだったら3日ぐらい余裕を持たないとダメですもんね、うん、だから実質短くなっちゃうんですよねだから関心不利だから特約無効で「あ」は「まる」ですじゃあいいきましょう C は B の事務所で買い受けの申し込みを行った3日後に喫茶店、はい、契約を経営したクーリングオフによる解除はできないさあどうでしょうね事務所で申し込みを行った 契約は変な場所。申し込みの場所基準ですね。申し込みと契約の場所が違ったら、申し込みの場所がちゃんとしてる場所がどうかで決まります。クーリングオフできるかどうかは。今回、事務所申し込み、ちゃんとした場所だから、はい。クーリングオフはできない。丸でございます。い、あ、い、この二つはちゃんとできてほしい部類の問題です。じゃあ、うわ C、買い主ですね。B からの提案により、はい。 C の自宅で申し込み、クーリングオフについては告げられなかった、クーリングオフ会長ができない。いや、これ自宅じゃんと。でも自宅だけど、B からの提案ということは B って、仲介ですね。不動産さんですよね。飼い主が売り主の業者の営業マン呼びつけて、飼い主が申し出て自宅なら、これクーリングオフはできないんですけど、仲介が、お客さんチどうですか,いいすかとお。どうぞどうぞみたいな。これ押しかけてませんこれ。 飼い,い主言ってねえだろ B からの提案じゃできちゃいますねこれ B からの提案というところに気づいたかどうなのかこれはやっぱ引っ掛けどこでしょうねであとこの「う」も引っ掛か,かりそうだけどえクーリングオフに告げる書面 B の称号名称ならびに免許番号を記載しなきゃいけないなんか丸っぽいけどこれ×バツですだって B って仲介ですよクーリングオフって売り主と飼い主の問題なんでえいや仲介業者の名前とかいらないでしょと クーリングいい主から売り主に出しいいんでえ通知する書面も売り主業者が買い主に言うんでいや中間のこの B の称号はいらない売り主は書くとしても B はいらないだろう罰でございますやっぱり「A もちょっとなんかやりにくいし「う」も引っかかりそうだしということで個数としてはまあ難しかったんでしょうねだから50%ということは間違えてもしょうがない部類だと思います まあたまたまなんか「え」が「丸だと思って「う」U、が「丸だと思って「い」が「×」だと思って当たったとか、まあ、それはそれでラッキーなんですけどねちゃんとまあ復習の時は根拠を持ってできるようにしとかなきゃいけないということです、まあ、たまたま当たったらそれはそれでよかったですねなんですがね次問いの38はい正答率82.3%これ正しいもの1番これだけにしときます。 工事完了後です。売買代金3000万です。売り主買主から手付金200万受領した中間金300。手付金200万と合わせて保全措置取らないと中間金受領できない。えー、3000万円の売買代金ということは、完成物件って10%でしたね。300万円。だったら、まずだ,だったら政府ですけど、今回200万円の手付金、 それに三百ということは合計五百。これはもう保全措置いる額ですね。ということで、保全措置、はい。もらった手付金と中間金三百万円合わせて五百万円分保全措置取らないと。はい、これはまずいでしょうね。重量はできないでしょうね。ということで、はい。二百万と合わせて三百万円保全措置取らないとできない。丸。ピンポイントでも言ってほしいところです。二三四間違えたらちょっと解説見て。修正しておいてください。次問いの三十九。はい、これも九十点七パー。 正解は4番でこの IT 重説は私個人的にはもう絶対出るなって言ったところなんで、まあ、動画とかでね IT 重説のやり方まで説明してたからそこまでいらなかったという IT 重説だってこれ相手方の承諾があればできる省略はできないでしょうと資格持ってる人はやんなきゃいけないんでだからテレビ会議施設みたいなねあの双方向のシステムであればできるんですよでもちゃんと 中説なんだから、取引所を相手に見せないと、見やすいように画面で見せないと。それはまずいだろうと、だからこれ、相手中説の話しなくても、いや、省略はできないんじゃないの。っていうことで、まあ、かなり多くの方ができたんですね。 うん、という問題です。だから、1、2、3で変なところになんか考えてなければ、ね、なんか言っちゃなければ、まあ、この4番で省略はできねえだろうで、いけたはずの問題です。まあ、今後、ね、ちゃんと普通に毎年のように出てくる可能性が高いところなんで、復習はやっぱり要必要でしょうね。次、問いの40。はい。問いの40は個数ですけど、82.7%。で、違反するものはいくつあるかなんですが、まずは、 自ら売り主として売買契約締結に際し、手付金持ち合わせていなかった分割払い。ダメですよ、これ。違反ですね。信用の供与の禁止ってやつです。手付金、うちが貸してあげます。分割でいいです。ダメですね。うん、大量の借金になっちゃう可能性なんで。手付保険の時理由はちょっと置いといて。とりあえず、分割払い、後払い、貸してあげるダメです。違反。はい、次、 建物販売再し値引きの要求があった。はい、広告に表示した販売格から100万値引きすることを告げて勧誘、締結した。これは違反しないですよ。値引きは違反じゃないですよ。あのね、先に買っちゃった人にね、お客さんに対してはね、あまりね、知られたくないんですよ。お客さん内緒にしてくださいね、みたいにやるんですけどね。でもそんなこっそりやるけど、違反じゃないですよ。サービスなんで。いや、大きい金値引きなんて違反しないでしょう。です。う。A は、 土地の売買の重要事項の説明の前に取引者じゃない A の住居者をして相手方に交通の利便性の説明これ、重設の前だから重設じゃないです。ここ、踊りがあってちょっとうるさいですけど中へるの完静な感じですよとか駅近いですよとかどうですそんな誰でもできます。法律的な説明じゃないし重設じゃないんだからいやこれ違反しないでしょう。はい、しないです。何でも取引者がやんなきゃいけないってわけじゃないです。 え、投資用マンションの販売さえし、電話で勧誘した。そしたら、個人用の意思は、うん、購入の意思ないから二度とかけないでくださいってガチャギリされたと。そしたら、電話で勧誘を諦めて、相手に、家に行っちゃったと。違反なんですよ、これ。違反なんですね。私、個人的にはこういう英語も好きです。だってすごい気合入ってません、ね、電話で大体ね、落ちるんですよ、気持ちが。 これ断れると、え、それでも電話しろみたいな、手にこうぐるぐる巻きに、の、こうタオルとか任せて。午前中に二百件だ、って、ね、やるんですよ。え、もう、そういう気持ちが折れちゃう人、こういうのに。継が、切られちゃったから、じゃ、行ってきますと、ピンポして。え、すみません、切れちゃったんで、なんか、なんか、大丈夫ですかみたいな。え、これ勇気ありますよね。うん、営業マンとしては好きです。でも、違反です。断られたら、もう、行くなあっていう話なんですね。 だからこれ違反なんですね。これ、まあ、常識上がならいけると思います。ということで、81.7。違反はあとへ2つです。2番です。次、問いの41。はい、88.1%。これ、免許を要する業務。うん、免許を要する業務。1も2も4も全部自ら対策あ、違う、1と2が自ら対策で、3番は、建設する、請け負う。 これ、建設業。建設会社です。宅建業じゃないんです。ちゅうことで、3番が丸です。賃貸マンションの管理。で、管理っていうのは、宅建業の免許本当はいらないでしょ管理だけだったら。でも、その管理会社が、借り主が出てっちゃった、退去しちゃった。すいませんけど、じゃあ入居者募集して、代理して、入居の契約の締結やって、ここです。入居者の募集、代理して行う締結。これが業に当たるんです。宅建業の。人の物件、 はい、契約させるこれは仲介ですこれは業者免許いりますよね。ということで3番丸、まあ、やっぱ落とした人少ないですよね、はい、絶対にできなきゃいけない問題次問いの4275.5%、えー、正しいものは4番です1二2三3罰でまずは1番で引っかかってほしくないのは死亡した日から30日人が死んだら死亡したことを知った日なんです。 はい、もう定番の引っ掛け知った日でしょうここはですあと2番この2番っておつけんちに登録の移転をしおつけん地の登録を受けなきゃいけないおつけんの業者で働くからおつけんに登録の移転登録の移転は受けなきゃいけない罰義務じゃないです2位ですでここら辺も一から今日説明してる時間はないのでちゃんとやらないとやっぱり合格レベルにはいかないところですここは頑張ってくださいあと3番 はい。事務禁止処分を受けました。事務禁止処分を受けました。その付を受けた届け地に提出しなくてもよいが、提出しなくてもよい。ここで罰って言うんですね。あの、これね、3番が正、せ丸にしちゃった人13.4って、まあ、それなりにいらっしゃったんですよ。うん。最後だけしか見なかったんでしょうね。事務禁止ってなったら、預かり処分です。提出いります。だからここか、あ、そっちみたいな話あと4番目。はい。取引の関係者から請求があったとき、 取引士であるか否かに関わらず、はい、千人の取引か否かに関わらず、取引書を提示、当然です。資格持ってんですかって聞かれてんだから、見せるんです。5人に1人とカウントされるとかしてないとか、関係ないよという、4番、丸。はい、これもやっぱりできてほしい問題ですが、3番あたりにやられちゃった方はいらっしゃったでしょうね。あと1番はケアレスミスというか、まあ、ここら辺はできないとまずい問題だから、もしね、来年とかいうことになれば、しっかりやっとかなきゃいけないところです。次、問いの43。はい、82.5%。 1>, 1番が「丸です3か月以内に仕事始めないと「おーい何やってんの?」って最高をかけるんですねそっから1か月以内に届け出しない時は、はい、免許が取り消されることがあるまあ任意ですけどこれは昔から代表的なこれ営業条証金では問題です見たことあるぞ丸にはしてほしいとこですじゃあちなみに2番なんですが宅建業者に委託している家賃収支追代行業務によって生じた債権を有するもの今年はなかなか凝ってますね 大家さんの代わりに家賃を回収する業務です。これは取引じゃないんです。管理なんです。管理管理だけだったら宅建業の免許いらないんですよ。おお、これこれ宅建業の免許いらないということは、管理じゃあ取引じゃないじゃん。なんです。取引で損した人しかもらえないんです。営業所から、ええ、だから、これ取引じゃねえよ。もらえないよ。罰という問題です。 ある程度ちゃんとお勉強してればできると思うんですが、ここ、ちょっと新しい出方だったんでね。まあ、やりにくい。暗記じゃできなかったでしょうね。あとは、3番。宅建業の業務開始後1週間以内に届け出。届け出しないと業務開始できないんで、開始後1週間じゃないバツ。届け出してから営業開始しろです。という問題です。はい、4番目。これ、間違えた方はもったいないですね。地方債が800万円であるとき、 額面200万の国債が必要となる、800、200、1000円と違いますこれ、800万円が地方債だったら、800万円が、目減りしちゃうんですよ。90%。9割。ええ、要は0.9。ということは、白紙中に、720万。これ、地方債800万って720万扱いです。じゃあ、いうことは、もし、あと全部国債でやろうとしたら、280万の額面必要です。 もしくは現金で280とか必要ですよね。ということでショートしているのが280、200じゃ足りないよっていう問題です。はい、まあ考えるはいいんですけど、ちょっと新しい言っ出方なんでね。まあ1番で圧倒的だったんで間違えなかった方が多かったですが、まあ気をつけてみてください。そして次問いの44。1番バツ、2番丸、3番バツ、4番バツ。これ2番が保証協会。 A のお客さんから苦情を受けたときは A にどうなのお宅ってこれ証明求めるけど説明求めることができるでもあるこれはあんま聞かないですよね。うん、正解し難しかったです。ただしこの問題は正答率がやっぱり73.7という合格,合格者としてやっぱ取ってほしい問題ですよ。で、それはじゃあどうすりゃいいかってたら消去法ですね。で、これ消去法でやるために一番はなかなかだと思います。A、社員の地位を失った お金返してもらうために、A との取引により生じた債権に関し、6ヶ月以内に申し出るべき、広告しなきゃいけない。おお、これ丸じゃないのと。これね、広告いるんですよ。ところが、広告しなきゃいけないのは誰保証協会です。だから国会、A は地位を失ったときに、A は広告 ?A じゃないんです。広告をするのは協会だから、業者が広告しなきゃいけないは罰という。 はっきり言いましょう典型引っ掛けです過去問では絶対見たことあるひっかけなんです過去問やってないとスルー、えー、やっててもスルーかもしれない、えー、でもここはスルーしちゃいけない問題なんですこれ協宅所に行く人が広告するという、えー、そういう頭の入れ方でやっていただきたい問題なんですよで2番は丸として3番ですで、これ3番はね150万納フということは本店60万1箇所です絶対あるんですで残り90じゃないですか 支店3箇所なんです。本店1000万円、支店3箇所。全部で2500。1500じゃ足りません。2500いるはずです。本店1個、支店3個なんで。これあの、150万というので、本店が1個、支店が3つというのがちゃんと分かったかどうかの問題です。ね、これもまあ、カゴもちゃっとやってればできるものです。あとは、一部の事務所廃止、広告した後でなければ、変化を受けることができない。はい。一部の事務所ということは、1個事務所辞めたら、30万戻ってくるんですよ。 これ広告いらないんですね。500万円。保証金の場合、営業所金の場合は500万円もってくる。これ広告いる。ところが、分担金の場合、30万対策額じゃねえから、いいよ広告と。広告なしできるんですね。理論的におかしいんですけどね。矛盾して、なんだよこれって私は思うんですけどね。うん、でもしょうがないです。ルール。ということで、一部の事務所の時あ、保証協会の時は広告いらないから、ツでございます。はい。そして、本日最後にいたします。問いの45。 これ85.5さあ1番 ×2 番 ×3 番丸、4番×なんですがまず1番はどこを買する場合です貸し担保ぽり法報締結義務を負いません売り主が負うもんなんです売り主が仲介は売り主じゃないんです貸し担保ぽり法って売り主が売ったもんに新築売った時素人相手には ちゃんと損害賠償とかできるようにしとかなきゃいけないですよね。これ、仲介じゃいらないよ、罰です。はい、なんとか出てる定番の足です。2番目。これ、引き渡してから3週間。中途端にやってると3週間で、あ、3週間以内に届けてるから、丸ってなっちゃう可能性ありますが、引き渡しから3週間は罰です。正確に言うと、基準日というのがあります。3月末、9月末に、基準日から3週間以内に届けです。これ、引き渡してから3週間だと、 もう売って引き渡したら届け出、売って引き渡したら届け出、年がら年中途中行きですよ。めんどくさいですよ、あの。ええ、半期一回行けばいいんですよ、届け出、ちゃんとやってますよ。ということで、これ三週間以内い、や、引き渡しから三週間じゃないよと。基準日から三週間だよと。あと三番。届け出をしないと、翌日から起算して五十日経過した後。新しい売りができない。商売できなくなっちゃうんですね。これも有名な問題ですね。はい、翌日から五十日、自信持って丸。 はい、4番これはちょっときつかったですかね引き渡しから10年です構造上主要な部分の貸しによって生じた損害についてのみ請求できるこれ、ね、あの大事な部分もちろん構造上主要な部分もそうなんですが薄いの侵入を防止するという屋根とかねだから構造的にはいいけど雨とかが入ってきちゃうのはまずいですよね そういういところも大事な部分になりますだからこれ構造上主要な部分だけじゃないプラス薄いの侵入を防止する部分なんかもできるはずだからのみこれだけじゃない主要な部分だけじゃない薄いの侵入を防止するっていうのもあったよね×バツというだから薄いの侵入がね重要な部分に入れちゃってることはこれもかじゃねえかってなっちゃう可能性あるから難しかったんですだけどやっぱり3番が丸って比較したらできてほしいです。 それは何度も出てる問題だし過去問レベルだし知っとかなきゃ絶対いけない足だったからということでこれ85.5やっぱり取らなきゃいけない問題だということですであのす5問免除はねちょっとお話まあいつもしないんであれなんですがこれあの5問免除はね大体常識でもいける問題が多かったですやっぱり直前ちょろっとやりゃいいかなとただね問いの47は難しかったですこの問いの47って正答率が56.3とこれ5問免除では取らなくていいの取れなくていいのここだけでした でこれなんで間違えるかというとまず一番値下げした時に値下げの時期とかを書かなきゃいけない書かなくていい当たり前だろうと思いきや書かなきゃいけないですねいつ下げたのかあのちゃんと価格ね出した時はいつ下げたのか明確にしなきゃいけないこれ×これでやっぱ間違えちゃう方が多いですであと2番が丸なんですがこれは多分見たことあると思うんです古い家がある、えー、土地の売買で土地の売買としてやった方がね建物価値ない場合はいい場合があるんですよ でも廃墟みたいなのがあったら古い家ありますよ廃屋ありますよって書かなきゃいけないですじゃあ逆に言えば書けば土地の売買としても不当表示に問われることはない「丸、うん、ちゃんと書いとけばいいですよっていう丸「丸あれこれ見たことあるのでやってほしいなという問題でした、うん、あとは3番敷地内にある電柱とかを消去する確保を施したこれまずいんですよこれねこういう質問もあったんですよあの終わった後にいやでも電柱とか消した方がチラシきれいじゃないですかと。 いや確かに綺麗ですよね、すっきりして。ダメですよ、本当と違うから。行ってみたら電柱だらけと。うわ、ひでえ、景色悪い、まずいんですよ。ちゃんとした状態やんなきゃいけないんで、だからこれ、簡単に消しちゃいけないんです、これ。き、え、れ、ー、に見えるんじゃないですか、じゃねえよと。あと4番、これ、どの物件が取引対応か明示してなくても、問われることはねえわけねえだろうと。ここは多分間違いないです。 ということでちょっと難しかったなというのがここです。だから五問目上でまあ後の絵間違えたらちょっと復習はしておいていただきたいんですけどね。この問題はなかなかやりにくい問題だったと思います。以上です。はい。ということでまあ点数が分かんないでね何点になるとかって多分期待してきたかと思いますよね。無理です。 だって合格率何パーセントか分かんないだからえまあとりあえずゆっくりしてくださいえで悔しい思いだったら来年リベンジしようと思ったら頑張ってくださいえ受かったら受かったでよっしゃということでいい取引士になってください以上でございます、はい、それでは、えー、2018年「宅建け市」本試験解説会これをやります皆さんお疲れ様でした